8人100マジ、インベーターアタック、20分一本勝負、アクションジャソン、エレメタル、エンペラドールアステラ、エアンドユータニ、ブラザーズ、シーバー王子、佐藤圭一、トンショウジュン、エアン、伊豆地哲也。第2試合、ジープロレスリング、タッグマッチ20分一本勝負、ハートリー・ジャクソン、エアン、鈴木小太郎、ブラザーズ、鬼塚一成、エアン、渡辺相馬。第3試合、イデコ UWF 初代王者決定トーナメント A ブロック準決勝、シングルバウト中国一本勝負、伊藤隆典、ブラザーズ、イースタン・ユー。第4試合、イデコ UWF 初代王者決定トーナメント B ブロック準決勝、シングルバウト中国一本勝負、佐藤ひかる、ブラザーズ、青木真也。第5試合、Gプロレスリング8人タッグマッチ、川上隆一復帰戦、20分一本勝負、ガレノ・デル・マル、クワイエット・ストーン、カズマ・坂本、川上隆一バーサス、ビオレント・ジャック、エル・リンダマン、田中実、カズ・林。第6試合、Gプロレスリングスペシャルシングルマッチ、時間制限一本勝負、宇奈木彩花、ブラザーズ、宮城美智子。第7試合、セミファイナル、Gプロレスリングチーンインフィニティ選手権試合60分一本勝負、チャレンジャー、エル・ベンディート、エアンド・グラミーダ・ブラザーズ。第2代チャンピオン、チェック・島谷、第8試合、本日のメインイベント、 Gプロレスリング Gレックス選手権試合60分一本勝負、チャレンジャー T ホーク、ブラザーズ、第2代チャンピオン石田海人。以上全8試合となります。 OK クリエイターズ、 Let's get started and excited winner。第1試合、Gプロレスリング8人タッグマッチ、インベーターアタック、20分一本勝負を行います。2023年4月12日、グレート G プロレスリングバージョン49、インベーダーアタック、後楽園ホール大会をお届けしてまいります。第1試合は8人タッグマッチ。まずは60セカンズから、シーバ王子、佐藤圭一、トンショジュン、そして伊豆地哲也です。4人揃っての試合は今日がおそらく初めてとなります。Introduce next. Extra Jackson. Elementary.
やってきましたブラックジェネレーションインターナショナル、ユタニ、エンパラドール、アステカ、エレメンタル、そしてアクションジャクソン。ユタニがメキシコに帰って連れてきたこのメンバーが今回の第1試合となります。では実況席ご紹介いたします。今回実況は私三田沢子、そして解説はチープロレスリング部門のコミッショナーの吉野正人さん、さらに今回はゲストとしてシーマ選手にも入っていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今回のブラックジェネレーションインターナショナルのメンバーですけど、ユタニ選手以外は吉野選手、吉野さん、はい、おそらく初来日ということになりますか。そうですね、はい、ついにブラックジェネレーションインターナショナルのもう総メンバーが ね、ついに日本にやってきましたね。もう最初にあのビジュアルで見たときに、はい、ものすごいこう強そうで怖そうだなと思ったんですけれど、はい、シーマ選手、はい、ってどういうメンバーなんですか今回のこのチームというのは。もうね、あの僕もあの初めて会う選手がほとんどなんですけど、あのもう見ての通りですね。あとはもう試合見てもらえれば分かると思いますし、やっぱこのビジュアルであの試合を外すようなことは、まあ、僕は経験上ないんじゃないかなと自信持っています。さあ先発はトンショジュン、そしてアクションジャクソンです。ユタニさん、このアクションジャクソン選手はちょっとキャリアがありそうということですかね。そうですね、はい、プエルトリコ出身の選手ですね。なるほど、はい、まあ、でもそういう意味では初めての選手と対戦するこのシックスセカンドのメンバーもかなりいろんなプレッシャーがありますね、うん、そうですね。でももうこれは逆にアピールする、ね、チャンスですから、みんながブラックジェネレーションインターナショナルに、ね、こう注目している中、どんだけ彼らがこうインパクトを残せるかというね、うん、はい、さあショルダートックル、パワーがあるところを見せるアクションジャクソン、力自慢ということでしょうか。すごく絞れてますね。そうですね、素早いロークアップ、早い動きが、さあトンショ回ったが、そのままヒエラで投げていきました。さあ素早く丸めていってカウントは2、さあそのまま丸め込んでパパも返していく。軽いですね、軽いですね、うん、島選手この動き見ていかがですか、アクション。そうですね、まあ、トンショはなんていうんですかね、あのしっかりね、フォールを取りに行くときはカバーに行かないといけない、ね、おー、なるほど、返される前提で回ってしまってるんで、うん、やっぱそういうところはやっぱ詰めていた方が、あの世界的にはいいと思います、はい、さあ変わってきたシーバ王子と、これがエレメンタルという選手になりますね。はい、さっきあの入場コールの時にあのリングアナが間違えてました、ね、なるほど、はい、このロングタイツがエレメンタル、ね、そうですね、はいはい、かなりパワーがありそうですね。そうですね、で空中殺法もね、あの得意というふうに、はい、聞いてますよ。なるほど、うん、さああっという間にリング上シーバ王子が取り残されてしまいました。ここからブラックジェネレーションタイムということになるんでしょうか。いや BGI かっこいいですね、うん、なんか昔思い出すな。エンペラドールアステカ選手の、はい、お尻とあのももの筋肉、はい、このショートタイツ素晴らしいですね。素晴らしいですね、ショートタイツの選手ですね。バネがありそうですね、はい、いやこのメンバーが、ね、グレートのコラテンホールに集結しているという、うん、なんていうんですかね、こう貴重さというんですかね。そうですね、もっと多くの人に知ってもらいたいです、うん、さあカルカル入ってきた、今度は佐藤圭一もエレメンタルを翻弄することができるか。続いて井口とのこちら3のキック、
若さではねやっぱり正直負けてないですからね。そうなんですよね。20代前半の選手が多いですし、このブラックジェネレーションに関してはちょっとプロフィールがわからないところが多いの で、ね、果たしてキャリア年齢などどれぐらいあるのかなかなかわからないんですが、あでも第1試合からねこのカードが見れるのは豪華ですよね。そうですよね。さあこちらはエレメンタルぶっこ抜いていきました。さあそしてこれ入ってきたのはエンペラドールアステカ、見るからに身体能力が高そう。トランスキックもこの威力です。最近はこうルチャメキシコから来る選手もかなり大型の選手が多くなってますね。そうですね、この後にあの出てくる、まあ、ガネノ・デルマル選手もそうですけどかなり大きいですからね。大きいですよね。ベンディートはあの195センチあるんです。なるほど、今日この後ね GP リーグのタッグに挑戦するベンディートは190、ガレノより少し大きい、さらに大きいと、はい、さあこれはこの体勢は、はい、膝裏、これは持ってきたと思ったら持ち上げないんですね。ロメロにこれシーム選手からやっぱりもうそのままもうあのゴリラホールみたいなね、はい、控え室に帰ってますね。そう、肩大丈夫ですか。肩ね、あの、はい、まあ、3年ぐらい休めば。いやいや、そんなことない。長いでしょ、3年、はい、肩脱臼で3年長いでしょ。3月21日の大阪大会でシーマ選手、うん、肩を脱臼ということですか、負傷されまして現在欠場中。でもそのおかげでね、こうして見れるんで、うん、脱臼してよかった。いや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 、やっぱね、いずれはこのブラックジェネレーションインターナショナルのね、メンバーとシーマ選手が試合するところみたいですね。やり合えるぐらいまでやっぱ体を戻したいんでね、うん、まあ、まずは焦らずね、やっぱり戻ってきてもらうということが第一ですから。 その間にこうじっくりね、解説席からこう研究していただいて、はいはい、いやでもね、ずっと僕はね、あの吉野コミッショナーがね試合を一番間近で見てるんで、あのすごい羨ましかったんですよ、ね、いいとこで見させてもらって ね、本当にありがたいことです。やはり、まあ、この位置で見るとね、また新しい発見がシーマ選手もあるかもしれませんので、やっぱりグレートはね、見たい、うん、さあ、早い、エレメンタルを翻弄していったシーバー、現在はベルト2本持っています。2冠をなんとかこちら引き継ぎしたかというメンバーにつなぐことができるでしょうか。王子までも本当にものすごいキャリアアップしてきてますね。そうですね、はい、さあ井口、格闘スタイルも得意です。そして動きも速いが、さあバックを取って高いドロップキック、こちらがエンペラドールアステカ、ユタニが待ってます。まあ、今回ユタニ選手が普段このメキシコで一緒に組んでいるメンバーということになるんですね、はい、そうですね、はい、さあこちらスイング DDT から井口が捕まえてフィッシャーマンで落ちていく、いいコンビネーションですね。やはりさすがね、こういつもチームで組んでいて、はい、4人全員で組むのは今回が初めてということですけれども、はい、お互いのね、その良さだったり速さっていうのが分かってますね。そうですね、うん、あっ、いわゆるこう、はい、メキシコのルチャの選手というのは初めて対戦にいろいろ戸惑うことも多いかもしれないですね。そうですね、まあ、もちろんやっぱり何をしてくるか分からないというね、ところがありますから、ただそんな中でも6-3対応できているというのがありますかね。若さと勢いでいってる感じですよね、はい、さあシーバーを飛ばしていった、そして次はトンショーを飛ばしていく、さらにマイクシが自分でいった合体、そしてコーナーからはストゥーカースプラッシュ、佐藤圭一が飛んでいったが、これはなんとかカットが間に合いました。佐藤選手孤立しちゃいましたね。そうですね、はい、さあ場外に落とされていて、佐藤圭一が一人リング上に残されています。こういうコンビネーションも見ものですよ ね、何をやってくれるんだろうという、ね、こう期待感ありますよね。ただブラックジェネレーションも、まあ、ブラックと言ってますけど、こう、はい、あからさまにいわゆる反則をやってくるというタイプではないんですね。今のところ正攻法で、ね、戦ってますね、はい、さあエスプラドールが持ち上げたところにアクションが、こちらは蹴りを見舞っていって、さらにユタニ
フットサンプルな感じですね。そうですね。さあ、そしてプラドラステカが待っている。これはえげつない。やっぱり選手が若いんで、どうしても複雑なコールを好みがちなんですけど、やっぱりああいうシンプルな技の方が伝わりやすいですね。そうですね。しかしあの串刺しはえげつなかったですね。これは行きますか。さあ、どうしますか。飛んできたノータッチで、しかも好み。さあ、アクションなんか狙ってますね。これは行きますよ。さらには駆け上がってのムーンサルト。これです。こういうのがやっぱね、ファンは見たいと思います、ね。はい、リング上エレメンタル。来ますか。え？おお！今のロープの取り方なんですか。ね、重力がおかしくなってました。一回向きを変えてさ、そしてリング上佐藤健一とこちらはエンペラドロス。おお！素晴らしいですね。エクセレントです、ね。いやー、ブラックジェネレーションインターナショナル鮮烈な第1試合を勝利で飾りました。あの角度で落とされたらあれは返せないですね。返せないですね。なんかこうデスバレーから垂直落下のような形で、ね、はい、落としていきましたけれども、いや、しかし初めてのリングにものすごい対応力でしたね。すごいですね。インパクト、もう第1試合からとんでもないインパクト。やっぱりね、あの全員コスチュームが新しいです、うん、なるほど。やっぱそれだけ気合が入ってるんで、はい、これはあの16に関わらずグレートの日本人選手は本当に参考にしてほしいです、うん、なるほど。やはりいかに今日が特別な舞台であるかっていうのを彼らは分かってるわけですね。もうそれも場内のファンの皆さん、これ YouTube 生配信見てるファンの皆さん伝わってると思いますね。16にとってもやっぱりものすごくいい経験だったと思いますので、これを糧にしてほしいですね。さあ、第1試合インベーダーアタック、まさに侵略者。やはり椎名選手、吉野先生は選手じゃないですよ、はい、選手じゃないです、僕はもう引退しましたから吉野 C、はい、C、コミッショナーの C、 あれらにとっても、はい、これは大きな、そしてまばゆいばかりの後楽園デビュー戦となりました。第1試合でした。今一度お願い申し上げます。声援を送る際は必ずマスクの着用をお願いいたします。第1試合Gプロレスリングタッグマッチ20分一本勝負を行います。プロレスリングタッグマッチです。渡辺相馬、そして鬼塚一成の若い2人がまずはリングインしました。鬼塚一成渡辺相馬。さあ、普段はなかなか2人だけで組むということは珍しいコンビということになりました。こちらもブラックジェネレーションインターナショナルから鈴木小太郎、そしてハートリー・ジャクソン。ハートリー・ジャクソン。
経験豊富な2人が、おっとこれはいきなり鬼塚と渡辺相馬が奇襲で試合が始まりまして、今ゴングが鳴っています。さあ吉野さん、はい、この鬼塚渡辺組にとってはかなり、はい、経験豊富な2人を相手にすることに今日はなりましたね。そうですね、まあ鬼塚選手も、まあ、ストロングハーツをね、まあ、抜けることになりまして、まあ、これからまあ、ヤンズファンで、ね、誘われてね、誘われたりとかもありますし、まあ、今後どうしていくのかというところですよね。そして相馬選手も、まあ、本当にみんなが今年一番跳ねなきゃいけないメンバーだと、はい、このグレートの中で一番攻めて期待も大きい。さあいきなり飛んできます。相馬がすごい勢いでコートライナー抜けて飛んでを見せてきました。この勢い、さあ島さん、はい、この相馬鬼塚組に関してはいかがですか。いや相馬は分かってますね。分かってますか。さっきの話じゃないですけど、彼今日新しいコスチュームを着てきてます。なるほど。やっぱり今彼にとって今だキャリアの中で大切な時期っていうのは、うん、本人は分かってると思うんですよね。そうですね。だからそういう意味もあって普段ロングタイツだったりするんですけど、今日思い切って勝負。なるほど、本当ですね。さあそんな中ではストロングハーツを抜けて、今ヤンズファミリーに誘われている鬼塚も自分の道を自分で切り開いていかなくてはいけない。大きいジャクソン相手に、おっといきなり捕まれてしまった。簡単に投げしてましたね。ほぼ片手でしたね、鬼塚選手はどうでしょう。そのあたりやっぱり、まあ、自分で決めたこととはいえ、このストロングハーツを抜けたことでも、うん、気持ちはすっきりしてますかね。まあ、そこはもうね、割り切ったというかね、うん、もう次の道を、まあ、探し始めてると思うんですけど、まあ、どう動いていくかというのはね、うん、まだわからないので。そうですね、はい、まあ、どのユニットを選ぶのか、そのあたりもね、ケリーにとっては大事になりますが、これは背骨を痛めていった。太郎選手も何でもできますからね。渋いジャベですね。これジャベなんですね、はい、さあこちらちょっと STF のような感じですが、変形の、うん、はい、足とそして首を両方とも絞っていきます。やっぱりもう最初はね、奇襲かけて勢いよかったんですけど、やっぱりもうやっぱキャリアなんですかね、すぐにこう攻防が逆転してしまう。そうですね、あっという間にやっぱりこのブラックジェネレーション側がこう主導権をね奪ってしまって、余裕が見られますよね。そういう意味では今回のメンバーも含めてブラックジェネレーションは単純に人数だけ見ても非常に多いですからね、はい、そしてキャリアも経歴もさまざまな選手が揃っているので非常に厄介なユニットということになっています。小太郎選手も、ね、キャリア長いですからね。そうなんですよね、はい、たくさんの経験、たくさんの、そしてベルトも巻いてきているのが鈴木小太郎。そしてこのハートリー・ジャクソンもですね、海外も含めてサンドリングを経験しています。パワフルですけれど動きも速いですからね。で、まあハートリー・ジャクソン選手にもカバーされたのを跳ね返すだけでも結構体力いりますからね。やっぱりこれだけの体重ですからがっちり抑え込まれたらね、うん、はい、返すのも結構大変ですよ。そうですね、密度がすごいですね、筋肉の密度というか、はい、分厚さにその密度が加わってますよね。ただ分厚いだけじゃなくてこうギュッギュッと詰まった体がハートリー・ジャクソン。さあそして小太郎選手、このこだわりのエルボー、さあこれを掴んでいって、なんとか反撃することができましたが、相馬に伝えてくることができるでしょうか。鬼塚、これも BGI を全員揃ったらベースボールチーム作れるんじゃないですか。本当ですね、それぐらいの人数いますね。さあそして入ってきた相馬、いきなりのヘッドシザース。いや相馬ここで跳ねてほしい、うん、まあ、でも新馬さん、渡辺選手って何でもできるわけじゃないですか。そうですね、はい、それだけにあと何が足りないんですか。いやだから器用貧乏と、あとやっぱり、うん、もうディティールですね、細かい部分になってきます。なるほど、それはもう教えてできることとかでもないと思うので、天性のものもありますね、はい、持てるものは素晴らしいですね。いや、彼のバネは、うん、
ここ最近で見た日本人がダントツ一番です。お昔 の, そのリコシェっていうレスラーがいましたね。はい、ものすごい本当にあの常人じゃないバネなんですけど、日本人であここまで高く飛べる人選手っていうのは僕は相馬が初めて見ました。リコシェバリですか、相馬選手。もういっちゃう、もういっちゃいけたー。リコシはね、その中でも体の使い方が上手だったんで、相馬はジャンプ力あってもやっぱりまだ体が本来 の, そのジャンプ力と同等に使えてないんで、そういうところをやっぱ詰めていく必要があるんだなと。さあここはうまく小太郎を孤立させて、高いミサイル、そして飛んでいったダイビングエルボーでこちらはカバーに入りますが、渡辺相馬選手の今日試合中の表情も良くなってきましたよね。 やっぱりね、ファンが結構後押ししてる部分もあるんで、あの押してますよね。だそういうの本人も分かってるんで、それやっぱ表情にも出てくる。結構顔をね上げてる場面が多いですね。なるほど。前はもうちょっとねこううつむいた感じもあったんですけどね。レスラーってそうですけど、何でもできる選手っていうのは逆にそういうところで苦労するっていうのはね、ありましたけれどもね。さあそんな中でこの鬼塚選手はもう本当に頑張り屋さん、気持ちが表情に表れていますが、これは受けてしまった。いや鬼塚でもその先がやっぱり欲しいですね。なるほど、頑張ったその先が、そうですね、その先がちょっと残酷な言い方さ何もないんで。なるほど。さあ頑張ったその先を見せることができるか鬼塚。これは元ねチームメイトだからこそやっぱりね言えることでもあると思うんで、もうキャリアも重ねてくるとやっぱり頑張っただけではね、褒められないですからね。そうなんですよ。さあロープ、こちらでこのパワーとスピードで鬼塚もかなり体力を出た。ジャクソンナンバーワンです。ショートレンジ、この腕でショートレンジ食らった。本当ですよ、逃げ場がないですからね。さあこの重いジャクソンに乗られるとカバーを返していくだけでも体力は失われてきます。このショートレンジだったら見えない角度から来ると思うんですね。そうでしょうね。今ねロープに走るのかと思いますね。そうですね、思いっきりもその場で行ったんで、これだいぶ効いたと思いますよ。さあ今日はこちら後楽園が声出しが OK、お客さんの声援が鬼塚選手も、いいですね、悪いですね。やっぱああいうやっぱりあれがまさにディティールなんですね。なるほど、ちょっとしたところでこう、お客さんを怒らせていく。さあそのバトミーの先頭はさすがにもらわなかったが、さこれ横襟で入ってひっくり返すだけでも大変ですね。ちょっとフックがね甘かったですね、はい、足のフックが。そういった細かいところも詰めていかないといけないのが鬼塚、これからのキャリアで求められています。一発の重さ。さあバックを取ったが、これは相馬のアシストがあってのバックドロップ。いいですね、なんとかこちら投げ切ることができた鬼塚。あっとこれは捕まった。わー、おお、よく返しましたね。あっ、あんなライがもう見たことない。体ちょっとバウンドしてましたからね。叩きつけが半端ない。さらにはこれは、これはさすがに返せなかった。あのボムを返しただけでもすごいですよ。すごいですよね、ただあのパワーボムからの決めに行く速さ、無駄のなさ、間を当てなかったですね。さすがだなというこのハートリージャクソン鈴木小太郎組でした。あそこで間を空けるとね、体の大きい選手っていうのはやっぱりこう丸め込みとかでね切り替えされることがやっぱり多いんで。なるほど、その辺はハートリー・ジャクソン選手も一気にいったかもしれないですね。その隙を与えなかったですね、はい、そうですね。決めるときに決めることができた。ほぼ何もさせなかったんですね、そうですね、その先を見せることはちょっと今日は鬼塚相馬組には見せられなかったかなと。いい試合、みんな気合入ってますよ。さあ今日はインベーダーアタック、侵略者のアタック、果たしてインベーダーアタック返すことができるでしょうか。
リレット UWF ルール。シングルバウトは15分一本勝負で行う。ダブルバウトは20分一本勝負で行う。またタイトルマッチ、トーナメントの決勝戦や大会メインイベントは30分一本勝負で行う。勝敗はギブアップ、タップアウト、 KO、 レフェリーストップ、ドクターストップ、ポイントアウト、 TKO、 セコンドによるタオル投入、反則行為、試合放棄、ノーコンテスト、ファイブロストポイント制。競技者の持ち点は5ポイント。時間切れの場合はポイント差で勝敗が決まる。ダウンとロープエスケープで1点のロストポイントとなる。相手の攻撃によりダメージを受け、足裏以外がマットについた場合ダウンとみなす。レフェリーの裁量により判断。足裏以外がマットについたグラウンド状態でのキック攻撃は禁止。顔面への掌底、ボディへのパンチは有効。ロープエスケープは選手の自己意思によりロープをつかむ、手首、足首をロープ外へ出した場合に認められる。ダウン、ロープエスケープをした際はスタンディングポジションから試合を再開する。反則行為は頭突き、肘打ち、金的、噛みつき、頭髪を引っ張る行為、脊柱、脊髄への攻撃、ヒールホールド、クロスヒールホールド、通常のアンクルホールドは有効技として認められている。拳による顔面への攻撃、前腕部での攻撃は有効。4点ポジションでのあらゆる打撃攻撃、3本以下の指をつかむ行為、ニーパッド、レガースを着用していない場合は膝蹴り、キックによる攻撃は禁止とする。前蹴り、サイドキック、後ろ回し蹴りなど足裏を使った打撃攻撃は有効とする。グラウンド状態で下の選手が蹴り上げる行為、足でプッシュするのは有効とする。ダブルバウトでは試合権利者以外のカットプレー禁止。ダブルバウトではダウン中の状態でのタッチは認められない。反則行為があった場合、レフェリーがカードを提示する。イエロー、注意、減点1、レッド、減点1、失格。選手のダメージ、レフェリーの裁量により判断。第3試合、リレット UWF 初代王者決定トーナメント A ブロック準決勝、シングルバウト15分一本勝負を行います。決定トーナメント準決勝 A ブロック。赤コーナー、プレート170センチ75キロ、まずは飯塚優がリングインです。1回戦は田中ミドルを下しています。
その飯塚優と対戦するのは伊藤孝則。3月7日新宿大会の1回戦では全日本プロレスの田村蘭をハイキックで破りました。伊藤孝則、さあリレット UWF の初代の王者を決めるこのトーナメント、こちらが本日初お披露目となりましたリデット UWF のベルトとなります。決勝は6月7日の後楽園ホールで行われます。さあ伊藤の差し出した手を飯塚は握りませんでした。今度は飯塚が手を出していきなり挟んでいった。さあそして足から腕を、これは伊藤がクラッチをなんとか、さあ取っていきます。こちら膝十字から逃げられるか伊藤、なんとかエスケープ。いきなりこちらはロストポイントになりますね。手を差し出したあたりからもう何か駆け引きが、ね、始まってましたね。選手はね、あまりこう感情を表にするタイプでは、ね、ないんですけど、内に秘めたものが、ね、うん、すごく強いのかなという印象を受けますね。ありますね、うん、シームさんはこの試合どのあたり一番注目されてますか。そうですね、両者とも気合が入ってますけど、やっぱり飯塚は特にこの優位に関しては、ね、こだわりが強いみたいなんで、そのあたりをちょっと見ていきたいですね。とにかく負けたくない、ベルトを取りたいっていう感情を爆発させてほしいなと思いますね、うん。まあ、蹴りの重さでいくとやはり伊藤、これをあまりもらいたくはないでしょう。伊塚グランドに持ち込んできました。体重差は結構あるんじゃないですか。まあ、ありますね、まあ、体重差もそうですし、空手出身の伊藤選手と、まあ、サンボの飯塚選手ですから、まあ、打撃グラウンドというね、どのあたりが自分の有利なところに持ち込めるかというところもあるでしょう。伊藤には自分の得意な距離があります。飯塚ロー組んでいて、これは飯塚がグラウンドに持ち込みたいところですが、伊藤が捉えました。伊藤もね、最近はGプロの方のヤンズ屋の方でね、はい、目立ってたんですけど、やっぱ今日はヤンズ屋の時のコスチュームと違ってね、黒タイツに戻してきてるので、そうですね、全く違う伊藤が見れるんじゃないかなと思います。ヤンズファミリーの時は本当にラーメン屋さんの前掛けにね、 T シャツというスタイルですが、はい、今日は全くそれとは違うこの UWF のスタイル。これ飯塚選手もちょっとコスチューム、もしかしたら新しいかもしれません。前々回ぐらいからですかね、さあこちらコーナー際で片下フクルに行くが、まあ、このあたりやっぱりなかなかちょっとウェイトの差もあると倒せないですかね。上に乗られるとですね、飯塚選手からしたらしんどいですね。お、これちょっとそのままぶっこ抜こうとしている、こういう体勢になるとですね、そうですね、リングの真ん中に持ってきました。はい、これ足を取っているが、お互い飯塚さあ足首を持っています伊藤が。このままアキレスを決められると飯塚はちょっとポジションがね、今ちょうどリング中央ですからね、はい、アンクルホールドは OK なんですか。アンクルと、はい、アンクルとアキレスは OK ですね。ヒールホールドは反則になりますね、はい、さあ羽起きた。やっぱ飯塚君はね、こうなかなかこう見えないですけど、うん、隠れてますけど、ものすごい男前ですからね。今ボーイズラブとか流行ってるじゃないですか。こんな顔、すみません、すみません、
結構今いい打撃入りましたね、はい、かなり勝負が入りましたね。また伊藤選手の打撃重いですからね。そうですね、まあ、体重差もねやっぱりありますからね、さあこれ投げは飯塚が何とかこらえた。こういうのやっぱり飯塚の方が得意なんですかね。そうです、やっぱり腰がね強いですね、投げられないですからね、そのあたりは。あ、そのままただ後ろクラッチし、これ投げられる、スープレックスで投げた。伊藤が上を取りました。これこのまま首と肩ですね。そうですね、お、ヘッドシザースで飯塚がそれを切っていきました。逆にこれは伊藤が腕のクラッチを外れると危ないですね。あ、抜けましたね、抜けましたね、うん、まあ、この2人お互いこの UWF ルールでもプロレスのルールでも何度も戦ってますから、そのあたりなかなか一歩先にね、どっちが踏み込めるかっていうところですね。またね、ルールがもう違うとね、対戦相手が同じでも全く違うものですからね。なるほど。いや、 やっぱりね、2人ともまだ若いんで、これちょっと何分勝負かわからないですけど、頭からやっぱり飛ばしていってるというのがいいですね。そうですね、今回の準決勝は15分1本、15分ですね、はい。さっきベルトがね、ちらっと映りましたけど、はい、かっこいいベルトですね。めちゃめちゃ立派でね、大きくてかっこいいですね、うん、あれはまあ初代チャンピオン巻きたいと思いますよ。そうですよね、初代王者はもちろんそうですけど、ずっと名前がね、そう、残るわけですからね、 しかもこの後の試合が青木さんと光さんですね、光さんでしょ、はい、ああ、これは抜けましたね、抜けましたね、その間に投げていく、水がなんとか押し復帰してこらえていますが、あの膝外れたら危なかったです。お、さらに、あ、これはマンチが外れた。この1回戦は飯塚選手マンチで田中実選手に勝ってるんですよね、うん、あ、その辺はね、まあ、伊藤選手も警戒してたでしょうね。してましたね。いや、この仕掛けに行くのはいいですね、うん、伊藤ももっとバッコンバッコンこう蹴りに行ってほしいですね。お、これは飯塚はグラウンドに引き込みたい、そして伊藤は飯塚を立たせたい。去年のドームシティで、あの青木さんが今の飯塚みたいなポジションを取ってましたね、はい、いやでも青木さんの懐にはね、ちょっと怖くてなかなか入れないですからね。いや、そうですね。さあ、もう一回狙っていく、これバンジー、これは結構、あ、この腕を、そうですね、ポジションはいいですね、おっと、これでフォア、この右腕を、うん、切りたいですね。切れるかどうか、しっかりね、首にはかかって、おっと、あ、これでグランドに、でもグランドマンジで、そうですね、グランドマンジで、これはちょっと足が届きましたね。すごい、天井カメラもあるんですね。はい、はい、今日天井カメラ、山村選手の DJ も映ってましたね、上から。すごいですね、はい、これはもう YouTube 見てる方はもう絶対あの恩返しに会場来てくださいね本当にこんなすごいことやってます本当ですね、はい、やっぱりこのルールはね、天井カメラがあるとね、分かりやすいですよね、うん、おっと、思い切りが入った。まあ、この翔太はちょっとガードの上からでもあんまりもらいたくはないですね、飯塚は。アウト、回し蹴り、これはなんとか逃れましたが、ここで三角に取られたくはない。ちょっとでも位置がロープに近いですね。そうですね、はい、で伊藤選手ももう今2つエスケープしてますからね、はい、そうですね、飯塚はだってまだゼロですもんね。そうですね、落としてないですね。さあ、上から乗っていって、やはり伊藤選手はスタンディングで勝負をしたいんでしょうね。そうですね、すぐ離れますね。おそらくスタミナではね、飯塚やと思いますので。そうですね、さあ、そのあたりの時間を2人はどう取られているでしょうか。さあ、こちらは飯塚見切っていましたが、ミドルも重い。
さあ片足タックルに行って飯塚は倒したい。伊藤は捕らえていますが、そのままこれは強引に取っていきましたが、さあこの抑え込んで飯塚は何を狙っているでしょうか。まあ、今ポジションをね、ちょっと伺ってますね。そうですね、はい、反転してやはり腕か、あしかしやっぱり伊藤に乗られてしまう。そのまま持ち上げた、強引に外していきました。あのグランドのね、攻防というのは僕もその練習でしかしたことないですけど、前腕がね、とにかく疲れるんですよね。前腕ですか、はい、おっとこれは野良を作る、結構今深く入りましたよ。入りましたね、そっから膝。10分経過、残り時間5分、タイムリーチだよ。痛い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 、ギブアキレス腱、アキレス腱ですね、これはアキレス。さあそしてさらにこれはまた、あただ投げた、強引に伊藤は投げていった。あーガスでしょ、入りましたよ、ちょっと危ない。これ場外出た場合はそうですね、その戻さないといけないですね。これはエスケープとみなされますか。エスケープですね。残り4点。さあ飯塚選手にとっても初のエスケープ、飯塚となります。飯塚が残り4、そして伊藤が残り3となっています、はい、残り時間ももう5分ないですからね。そうですね、15分1本勝負ですからね、はいはい。さあ打撃で追い込んでいく伊藤ですが、なんとかそれは距離を詰めた飯塚。いやでも伊藤は結構多分疲れてますから。なるほど、伊藤選手の方が疲れてますか。手数がちょっと少なくなった。はい、おっとこれは相打ちした。さあ今度はアキレス、アキレスですね、伊藤アキレス。ただお互い取ってますね、飯塚選手も取りに行ってますね。そうですね、はい。さあ共に、ただちょっと外れましたかね、飯塚選手の方は。この位置でものすごい勝打。あ位置が、あこれはこれはロープ近いですからね。そうですね、ただ伊藤選手が乗ったままロープに逃げ、おっとバックを取られた。さあそして宮城、青残り2点。これはでも飯塚は伊藤を休ませない方がいいです。そうですね。さあ時間もない、伊藤は残り2点、そして飯塚はまだ4点残っています。 おっとこれは頭危ない。いや今のはダウンダウンダウン、見えてなかったですね、ハイキックは。その後下からの蹴り上げもね、入りましたね。ありましたからね。レフリーストップ。いや、あのハイキックはきついんじゃないですか。ただいま試合レフリーストップのため、勝者伊藤孝則。前日のハイキック伊藤孝則、レフリーストップで飯塚優を下し、決勝に駒を進めました。やはりあの一発が、うん、これがあるんでですね、まあ、ロストポイントではね、伊藤選手の方が落としてたんですけど。そうですね、だからこのまま時間切れだともう自分はね、そうですね、立ち上がる目がないっていうのは伊藤選手分かってましたからね。で、まあ、多分スタミナ的にもね、もう伊藤選手結構きつかったと思うんで、まあ、勝負かけたっていうところでしょうね。これ飯塚大丈夫かな、結構ねちょっと、ね、目が、はい、最後後ろに見えましたが、飯塚にとっては悔しい敗戦となりました。伊藤孝則、この UWF でもベルトにあと一歩、6月7日に駒を進めました。伊藤孝則はこの後佐藤光対青木真也の勝者と
決勝で戦います。まあ、伊藤選手してもこの後どっちが来てもね、どっちが来てもこう強敵であることは間違いないですからね。間違いないですからね。さあ伊藤はそのまま本部席に行きましたね。あ、次の試合を見るんですか。観戦ということですね。こっち来たらいいのにな。一緒に喋ります、ね、UWF 初代王者決定トーナメント B ブロック準決勝シングルバウト15分一本勝負を行います。何者にもなれないと言われ続けた佐藤光、でも生きていれば何者かになった、その先に青木真也がいるとは思わなかったけれど気にするな、驚けと言いました。佐藤光、このリデット UW シングルバウトの準決勝に登場です。20年以上前からこの国のプロレス界、そして格闘技界を牽引してきた2人です。青木真也対佐藤光、初対決がこのグレートリデット UWF の初代王者決定トーナメントの準決勝となりました。次と拍手をします。リデット UWF 初代王者決定トーナメント準決勝 B ブロックは青木真也対佐藤光。いや、この汗がここのリングで実現するとは。そうですね、もうすごい独特なこの緊張感のある空気が流れてますよね。そうですね。いや、やっぱりね、くぐり抜けてきた修羅場が多分、もう違うっていうのが、この見合っただけで出てますね。もう向かい合っただけで絵になりますもんね。だからここは本当にさっきのね、伊藤飯塚君っていうのもね、やっぱり盗んでいってもらいたいですね。青木さんは今日偶然控室が一緒だったんですけど、控室で見たときはすごく優しいというか、本当に丸眼鏡をかけられてて、のび太くんみたいだったんですよね。でも今はもう全く同じ人とは思えないですね。目つきがね、全然違いますもんね。いきなり重いこの蹴りの音が後楽園をどよめかせています。青木さんは何キロですか。青木さんは何キロぐらいあるんですかね。まあ、背は高いですけど。そうですね。これもそこそこウエイト差ありますよね。ありますね。さあ佐藤光がローを蹴っていくが、重い蹴り。さあこれは掴まれなかった青木。この2人は本当にまだそのプロになって初期の頃にパンクラスでプロ格闘家同士の練習会で一緒になってた時期があるんだそうですね、はい、でその時には佐藤光に
アンクルホールドを決められたというふうに青木選手は話していますね。ただどこのリングでも対戦することがなかったと。年齢も同じぐらいですか。そうですね、うん、この青木選手が39歳、光選手が42歳、ほぼ同世代です、ね。はい、そうですね、はい、いや僕も大阪の先輩でリレーと UWF にも出てくれてる池本さん、池本誠一選手、はい、池本さんとその青木さんと光さんがやった時も同じ緊張感でしたね、うん、本当にこの日本の格闘技が一気に上がってた時をね、うん、こういう空気ってやっぱりその出そうと思って出せるもんじゃないんですよね。やっぱり修羅場をくぐり抜けてきたからこそ、はい、もう自然と出る雰囲気ですよね。いやこれさっきの試合は勝ったとはいえね、伊藤はもう大変な選手が勝ち上がってきますよ次は。さあ重いミドルの連打、さあ足つかまれたが、これは繰り返しました。ヒールはダメなんですね。そうですね、ヒールはダメですね。さあこれはかつて佐藤光にアンクルを取られたことがある、そんなことは佐藤光だけだった、このキャリアの中で自分に足を決めたことがあるのはと言っていましたが、これは素早くポジションを入れ替えて、さあこれはまだ佐藤光は、そうですね、今天井カメラから見せてますからね。はい、いや多分もうこのキャリアとか技術になると我々ではちょっとわからない攻防というのもあると思います。おっと今度は青木が取り返していますが、これは肩カメラに入りますか。光選手が下からあれです、ね、足をしっかりホールドしますね。なるほど、うん、抜けさせないようですね。佐藤光はこの足を抜いてしまうと危ないですね、そのまま。あ、これはちょっとかなりしまっているか。佐藤光の表情が苦しそうです。ほどきましたよ。フリが今チェックしてますね。落ちてないですか。ああ、いや落ちました。落ちた。青木真也、青木真也の肩固めでレフリーストップ。それを見て伊藤貴則は何も言わずに下がっていきました。これ青木さんはやっぱり、ね、さっき実況でもあったようにベルト本当に取りに来てますね。出ますね。普段は、ね、結構青木選手試合をこう楽しんでるような戦い中も笑顔を、ね、こう見せて戦うんですけど、今日はもう終始厳しい表情でしたね。本当ですね。もう少し何かこう佐藤光とのこの20年目のリングというのをですね味わうようなシーンがあるかと思いましたが、やはりこれはベルトに向けての最短距離、容赦なく佐藤光を肩固めでレフリーストップに追い込みました。青木真也6月7日の決勝に進出、初代王座のベルトをかけて青木真也伊藤貴則との決勝戦です。光選手もね、たくさんの経験値がありながら、はい、ここでまでのこう残酷な結末というのはね、ちょっとでも、まあ、本人も予想しなかった展開だったでしょうね。それがこのルールの恐ろしさであり、青木真也のプロフェッショナルです。
と光選手が立てないですね。そうですね、光選手のダメージが大きくなければいいと思いますが、最後にリングに立っていたのは青木真也。決勝は6月の後楽園です。4月12日グレート後楽園ホール大会第4試合までが終わりました。ブラックジェネレーションインターナショナルの襲来、そしてリデット UWF の準決勝2試合が終わりました。これは振り幅相当いかついですね。ジープレスリングということで第4試合まで終わりました。グレート後楽園ホール大会4月12日インベーダータック、まずはブラックジェネレーションインターナショナルの襲来があり、そしてリデット UWF のこちら準決勝がありということで、シーマ選手もおっしゃいましたけど、この振り幅が、そうですね、いやね、この後女子もありますし、ありますね、うん、まさにまあグレートですね、うんうん、改めて前半振り返って吉野さんいかがですか。そうですね、まあ、第1試合からブラックジェネレーションインターナショナルがあり、ね、若手の渡辺相馬選手もいい、で飯塚選手と、ね、伊藤選手、うんうん、で最後の今の前半戦最後ですよ、青木選手と佐藤光選手、衝撃の、ね、はい、フィニッシュになりましたけど、まあ、これがやっぱりリデット UWF の怖いところでもあるっていうところですよね、うん、そうですね、この振れ幅であり懐の深さでありというのを感じました、うん、吉島選手いかがですか。いやそうですね、本当にこう緊張感っていうのがあれにやっぱり、ね、伊藤が次立ち向かわないといけないん で、うん、その勝った負けた技が効いたとかそういうレベルと違う次元なんで、うん、これはすごいことになりますよね。そうですね、はい、さあそしてこの後は G フィニティのタック選手権、さらには G レックスのこちらタイトルマッチも行われます。後半もどうぞお楽しみください。しばらく休憩です。
まもなく再開いたします。まもなく再開いたします。お席お立ちのお客様はご自分のお席にお戻りください。まもなく再開いたします。まもなく再開いたします。ご観戦中声援を送る際は必ずマスクの着用をお願いいたします。声援を送る際はマスクの着用にご協力をお願いいたします。リーダーの復帰です。バルクオーケストラ川上隆一が半年ぶりにリングに帰ってくることになりました。バルクオーケストラから川上隆一、カズマ坂本、クワイエットストーム、そしてガレノ・デルマル。
です。おっといきなり奇襲。ゴングが待ちきれなかったリーダー川上隆一。第5試合は G プロレスリング8人タッグマッチ川上隆一復帰戦。川上ストームベルマル、そして小組対カズマ、川上カズマクエットストームガレノベルマル組対カズ田中リンダマンビオレントジャックです。いやもうなんかこう思いが溢れてる感じでしたね、はい、もう抑えきれなかったんでしょうね、はい、どこまで行きましたかねリーダー。もう上まで行っちゃいましたよリーダー。本当ですか、はい、さあいろいろねコロナの規制も少し緩やかになりまして、そうですね、お客さんも声を出してね応援ができるようになって、そこにリーダーが帰ってきました。まあ、この中ではこう、ね、お客さんの近くに行くこともできなかったですからね。はい、やっぱこういう会場の一体感っていいですよね。いいですね。はい、そういったリーダーからも体から、ね、喜びがこう溢れている感じですが、うん、誰もリングにはいません。リング上空っぽです。リーダーコールを煽っています川上。さあ通路を走って、しかしおっとこれは思いっきり逆通兵を叩き込んできました。強烈な逆通、ね、いいですね、はい、筋肉がうなってますね。さあシーマさん、はい、もういきなりオープニングからもう大変なことになってますけれども、この試合、いやそうですね、あの賑やかですね、賑やかですね、リーダーが帰ってきたぞっていう、うん、なんかそんな感じがしますね、はい、まだこの本部席の前にいる2人がでかいんですよ、そうなんですよ、実況席の前に、はい、こちらですね、ガレノ・デルマン、さらにはビオレット・ジャック、あドゥロ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 、これデュロっていうのはどういう意味ですか。あもっと強くて、あもっとイケイケと思い切りけど、はい、ガレノ・デルマルは非常に大型ですからね、195センチ。いやでもこのね、ビオレント・ジャックも普段はね、あのエクストリームな戦いが、主流かもわからないですけど、こうしてルチャドールにまた混じってね試合するっていうので違う面が見れると思いますよ。そうですね、私も普段はビオレント・ジャックはいわゆるこうデスマッチハードコアのリングで見ることが多いので、このグレートのリングで見るビオレント・ジャックは非常に新鮮です。さあいきなりリーダー捕まってしまった。なんかこの8人がねもうリングにいるだけでなんか白飯で3杯いけますね。この向こう側のですね、はい、カズ・ビオレント・ジャック、田中ミノル、リンダマンというのもちょっとずいぶん不思議な感じの組み合わせですからね。まあいわゆるこれはプロレス界でよくある寄せ集めっていうやつじゃないですか。間違いないですね、寄せて集めましたよ。しかし豪華な寄せて集めた感じですよ。なかなか組むことがないとは言っても、それでも百戦錬磨のメンバーですから、お互いね気持ちが通じ合って、あっという間に連携がね、お花ですよ花、この高い花をポッキリと折っていきました田中ミノル。痛くない痛くない。おさあここはカズマが捕まえていった。これは田中美濃選手きついですね。そうですね、さあカズマが思い切って踏んでいった。さらにはクエットストーンも持ってきた。さあリーダーそのバトミの先頭です。最後はマジ行きますか、行きますか、行っちゃいます。あこれは乗っかるかこれ。おお、ちょっと待ってください。あこれはもう200キロじゃ効かないんじゃないですか。効かないですね、これオンブプレスというのはあれですよ、僕らが数年前に所属してた OW の中国でね、はい、上海の子たちがやってましたよ。そうなんですね、オンブプレス、オンブプレス、はい、しかし彼のこれ120キロ以上ありますよね。彼の156キロです。156キロ、はい、
150キロですか。ちょっと増量して帰ってきたみたいです。本当ですか。確かに前見た時より厚みが増してますね。こんなでしたっけ。ああ思いっきりこの鍛えた田中稔選手、さらに乗っかったカズマ。これはだから200キロ以上、230キロ。カズマ選手もねかなり体重ありますからね。田中稔選手大丈夫でしょうか。ペランペランに。あ、すみません、グレートはいつからこんなにあの重量級とかの、あの大きな人が増えたんですか。これあのガレノはあのちょっとした選手の2人分ある感じですよね。そうですね、いわゆるカズマ選手も大きいですし、このリングはかなり大きい選手が多いですね今の、まあ、腕がね53センチあるストームもいますから。そろそろコッシュもね53センチに。そうですね、うん、まだねお尻50センチ書いてありますけど、この間54になったって言ってましたからね。日に日にこう増えていくようにしないと、はい、こう変えられるようにしないといけないですね。その日のコンディションも ね。ガレノはこの一発が重い。ガレノ・デルマルはドクトル・ロビナジュニアの一族ということになるんですね、はいはい、さあリーダーが入ってきた。しっかり持ってるか。あ、ちょっとしっかり持ってました。お、リンダマンがちょっと逃げました。いや正直ね、もうリンダマンでさえあ、おったんやって今なりましたね。本当ですか。これもうキャナとなんていうんですかね、あ、大渋滞、大渋滞、はい、リンダマン選手が存在感が薄くなるってなかなかないことですよね、はい、これはこういう試合はね、まあ、個人的な意見で申し訳ないんですけどね、大好物ですよ。なるほど。こういう中で、まあ、8人タッグですから、うん、下手すると自分が対してね、まあ、出れないままね、まだカズ選手出てないですからね。出てないですね、はい、ミノル選手が大変な目に遭っています。珍しいですね、ミノルさんが捕まる展開。そうですね、はい、アクセス、これはなんとかそろそろ反撃したい田中ミノル。このミサイルキックで反撃、カズ選手が、はい、エールを送っています。カズさんそこにいたら立ち上がれない。本当ですね、今思いました、同じの、ベテランなのにね。さあ入ってきたのはビオレットジャック。ハードコアではない一面をこのリングでは見せてくれそうです。今度は出るか。いやでも順番的にはリンダマン。いやそうですよね、あカズさん。来ました来ました。あ、しかもひどい目に遭いました。おお、さあなんとかここは反撃。コーナーにセットして、これはビューワネットジャックが最上段から振ってくるぞ。ヨルテガックも大きいですけれど、うん、かなり動きますからね。そうですね、今高さもありましたからね。ありましたね、はい、お、ちょっと待った。下から行きました。読んで読まれてですね、はい、生実家ジャックもね、日本語分かってしまったもんで、ね、そうなんですよ、待っちゃいましたね。確かに、ちょっと待ってが分かっちゃいましたね。日本で暮らしていますビオレットジャック。さあこちらは道越俊同士の交わせですが、お、お前開けってスペイン語じゃなかったおお、この大きさで、なんてことするんですか。ヘッパーソン。なんてことしてくるんですかこれは。おお、ガレノをぐらつかせることができたが、ビオレットジャックが、おお、おお、太い足で蹴っていきました。やっぱりね、ガレノも若いんで。若いんですね。21とかそれぐらいだと。なるほど、あの運動量がやっぱりありますね。いいチョップ。まあ、21でもね、メキシコの選手はキャリアがかなり10代の頃からあったりしますからね。英才教育受けてますからね。さあこちらはスパインバスターからの、お、体を浴びせてきました。さあたやっと出てきた。さあ元気です。
現在リングで一番軽量級のリンダマンと一番重いガレノは、ああ倒れない、おグラついたかな、投げる、投げるこれは無茶でしょう、投げる、そうです。さあこれまずフックができますかね、狙ってる狙ってる、飛びついた、お、なんとかフックは下が、手は回りましたね、手は回りましたね。リンダマンはね、手が回れば投げれるって言ってます。なるほど、ということはこれなら投げられる。さあ手が回った、ちょっと体が浮いた、浮いた、浮いた、顔が、自分の顔が潰れちゃう、しかもそのまま膝十字、俗に言う今市川状態じゃないですか俗に言うね、はい、市川さん、市川さんね、青、はい、いつも全員が心配しています、リンダのこと。ちょっと待って、ちょっと待ってください。いや、これこそちょっと待ってですよ、ちょっと、ガレノがもしかしてこれは全員を、おお、4人まとめて圧殺。これミノルさん今膝がザーヒーが念願に入りましたよ、ね、危なかったですが、これ危うくね、ジグも被弾するかと思いきや、うまいこと逃げましたね。主役が一応出てきた、主役出てきた、主 役、ね、主役ちょっと今日なかなか目立てない、ね、みんな濃いから。さあリンダにターゲット、今ちょっとねグロッキーですからね、リンダ選手。いやでもこれはバルクのメンバーはリーダーに花を持たせないっていうのが素晴らしいです持たせないで、ね、俺が俺が行くお構いなし。あっとこれはコーナーにしたたかにリンダー顔をぶつけましたが展開して登れました。あの目の前にガレノがいるとリングが見えないですね。 それぐらいの大きさがあります。そういう時はやっぱこのモニターってすごくいいですね。便利ですね。さあリーダー、なんとか今日は自分のリングに帰ってきた喜びを勝利で飾りたい。逃げ場がない、逃げ場が、逃げ場がなかったです。四方から取ってきてリンダ、思いっきり食らってしまったが、なんか田中選手が間に合いました。さあこれはまっ風間外に出した、おーすごい、大丈夫か、大丈夫、ゴンって言いました、ゴンって言いました。あ、勝選手がようやく入ってきましたが、はい、おったおお、さあハンドスプリングからのキックも4、さすがガレノのこともうまくかわしていた。そこに閉じ、ビオレントジャックとカズハヤシの連携ですよ、はい、なんか見える、やられましたね、え、まさか、ちょっとちょっとちょっと、まさか、ガレノどうするつもりですか。おい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 、ガレノが飛んでくるぞ、これいくな、150キロが飛んでくるぞ、おお、さあリーダーも来る、リーダーも来る、おいおい、すごいな、全員なくなった中でリーダーがバックドロップでリンダを抑えたが、それはなんとかカウント2。いやこれ試合展開で言えばもうリーダーチャンスですよ。そうですよ、うん、ここしかない、今誰も戻らないですからね。さあガレノが全員を場外で圧殺した中で、今リングにいるのは川上とそしてリンダマン。これは投げ切った、カウントは2、足掛けが早い。さあリンダがさらに、これは対空時間になるか、綺麗なブリッジ、いや仕掛けが早い、あったですね、最後の爪はさすが。いやバルクいいとこまで行ってましたけど、ね、多分最後はもうあれでリーダーに託したと思うんですけど、半年ぐらい離れて、ね、休んだ分のやっぱりね、どうしても、まあ、本当にそのリーダーが休んでる間当然ですけれど、他のメンバーも他のユニットも成長してるわけですからね。ただこういった痛み悔しさもリングに上がっているからこそです。
まあ、でもやっぱりリーダーがね、帰ってきたこの光景っていうのはいいですよね。いいですね、うん、いやすごかった。いやこのバルクにリーダーが帰ってきました。そうだ、すごいビエン。そして強烈でした、このガレノ・デルマル。150キロ超えのね、トペコンヒーロー、ノータッチトペコンヒーローですよ。なかなか見れないですよね。びっくりしましたね。さあ、しかし勝ったのはリンダマン。リンダマン、ビオレント・ジャック、カズ・ハヤシ、田中稔の混成分が勝利を収めています。リーダー川上、自分の復帰を勝利で飾ることはできませんでしたが、ここからまた新たな川上雄一のバルクオーケストラリーダーとしての戦いが楽しみです。さあ、この後バルクはね、はい、G フィニティのタッグの、ね、防衛戦もありますからね。そうですね、はい、あとはチームのサポートにリーダー期待したいと思います。リーダーはね、あの一歩一歩取り返していけばいいですよ。そうですね、うん、女子プロレスラー同士のシングルマッチとなりました。まずはグレートの女子を背負って宮城美智子がリングインです。うなぎに勝って、うなぎに二度とグレートのリングを踏ませないと宣言しています。女子です。第6試合 G プロレスリングスペシャルシングルマッチ、時間無制限一本勝負。アゴナー国際式にかける歌舞伎ものうなぎすいやかアゴナーグレート宮城さあ、ということで今回はうなぎさやか対宮城美智子シングルマッチということになりました。吉田さん、はい、宮城選手としては、まあ、これまでずっとね、はい、言われっぱなしなだけに、そうですね、もう本人も言ってましたけど、もう言いたい放題言いやがってと、はあ、ここでね一発、うん、見せないと、そうですね、もう本当後がないような状況まで行ってますからね、宮城選手は。千葉選手はこの試合に関していかがですか。いやー、これはねものすごく複雑な感情で僕は今見てますけど、まあ、やっぱり本当にみっちゃんがあれですね、そのやっと
たどり着いて見つけたグレートという場所をやっぱ失いたくないということを言ってましたので、もうそういったものがもう、全て見れると思います。ただやっぱうなぎ選手も、まあ、もう本当に人気があるのは本当にもう一目瞭然ですね。こう近くで見て本当に分かりましたね。そうですね。そして本当に今男子女子問わず、もうキャリアも問わず、いろいろなところに出向いてはその査定ということで戦ってますので、その経験値も今ありますし、すごい売れっ子ですよね。そうなんですよ。ウナギ自身も本当にタイルを立った形でね来ていますから、さあかなりこう場外での荒々しい展開ですけれど、まあ、宮城は自分もそうですけど、このグレート女子部というもの自体もね、はい、背負っているわけですからね。やっぱり人生かけてる感がやっぱりうなぎ選手からは感じるんで、ありますね。さあコーナー思いっきり鉄柱にぶつけてって場外で、これはズームストーン、今日の宮城はなりふり構わぬ形でうなぎを攻めていく。いや、これでいいですよ、うん、なるほど、これでいいんですね。宮城選手は荒々しいですね。荒々しいですね。今までの悔しい気持ち全部ね、はい、このレスラーであれば相手にぶつけることができるわけですからね。何笑ってんだよてめえ。なかなかね、宮城ここまでの なかなか僕は見たことないですね。グレートに合流してから、先ほど島選手もおっしゃいましたけど、本当にいろんなリングでいろいろ思うようにいかなかったり辛い思いをして、このグレートリングにたどり着いたのがこの宮城美智子ですから。これセコンドに細川さんもついてるんですけど、あ、ついてますね、はい、ただどっちのセコンドでもないですね。なるほど。本当1対1という感じですね。あくまでもそのグレード女子部ではありますけれど、細川ゆかりではなく宮城美智子対宇田木さやかであるということですね。さあ今日の宮城にはがむしゃらさがあります。ああいうやっぱり、ね、一つの片エビ固めですけど、それを何回も行くみたいな、うん、そういう貪欲な姿勢っていうのも初めて見ましたね。なるほど。ある意味このうなぎの登場で宮城選手がそういう一面をね出してきたと、その辺をね引き出しているとも言えるかもしれないです。さあ今のロープを使ってのネックスクリューもうなぎにとってはちょっとダメージがあったようです。やっぱりさっきの場外のツームストンが結構効いてるかもしれないですね。さあその首にポイントを迫っ、ちょっと下半身力が入ってないですね。入ってないですね。首が結構効いてそうですね。いや我々首のね痛みには本当によく分かってますから、よく分かりますから本当に。まあ、うなぎ選手もねかなり立体的な動きも得意ですし、まあ、そもそも首っていうのは全てにおいてね、そうですね、はい、はい、大事なところですから。ただやっぱりスケジュールは絶対ハードだと思うんですけど、やっぱりすごく鍛えてますよね。おお飛んでくるぞ。さあこれを誘ったかうなぎ、なんとエプロンからネックスクリュー、今度はうなぎがエプロンでネックスクリューを埋まっていきました。これちょっとリング下に思いっきりぶつけましたかね、宮城も。そうですね、エプロンのねその分の高さがありましたからね。ありますからね、はい、高さと角度ですよね。サーリングに戻す、やっぱりそのプロレスの攻防をやっぱよく2人とも考えてますね。そうですね、やっぱりディティールはすごく大事です。さあうなぎ、おっともうここで縄文突破を狙うが、それはさすがに見切っていました。この腕を取って、あ、もうこれは腕を取ってリバース DDT なのかフェイスバスターなのかというところですね。ただちょっとうなぎ選手ダメージが、そうですね、まだ首のねやっぱり回復がまだできてないですね、はい、入ってなかったかもしれないですね。5分の攻防じゃないですね。そうですね、もう15分20分ぐらいやってるようなね、さあお互い
自分の生きるリングをかけての戦いでもあります。はい、いやでも宮城も本当にあの燃えてる感があるんで、これを僕はずっと見続けたいですけど、本当にこれ追放っていうのも正式にかかってるんですか。まあ、宮城はそう言っていますし、うなぎが宮城にそれをね通達しているということで、まあ、当然うなぎの方は外から来ている人間ですから、ここで敗れると、まあ、ガルリングというのはねグレートによっては難しくなるなというふうには思いますね。まあ、追放とできんって言ってましたね。まあそうですね、急激にでもグレート女子がなんか動き出したような感じですよね。うん、そうですね、うん、だからやっぱりそのうなぎ選手のやっぱそういう花と毒とやっぱすごいんじゃないですかね。うなぎさやかが、まあ、グレート女子を、まあ、ある意味こう見つけてくれたというかね、はい、ここ面白そうじゃないかということで来てくれるだけの魅力のあるリングではあったということなんですよね。あのね、宮城もやっぱり体は多分女子選手の中で比べると大柄 なのと、あとね、僕も同じだから分かるんですけど、サウスポーなんで今 のエルボーとかでも映えますね。右で見慣れてるエルボーと違うんで、それは左はやっぱり貴重ですよ。そうですよね、うん、それ逆に言うと何にとってはちょっと予想外のところがあるかもしれません。あとやられる方もそっちでやられることに慣れてないんですね。そうでしょうね、うん、さあエプロに来てのこのコードブレイカー、コーナーに気付けて、でもこれはカウント1で返した宮城。わすごいビッグブーツ、これもうなぎカウント1。もうブーツに憎しみが、うん、おお。相打ちはちょっと打ちましたね、はい、フィッシャーマンからこれはグを取った。おお、これは十分溜めてのフィッシャーマンバサー、パワーありますね。ありますね。最近あの宮城はね、リンダマンとかが言ってましたけど、ものすごいウエイトトレーニングを目覚めてるみたいですから。さあこのスリーバーもかなりがっちり入ってますが、ベンチプレスも80キロぐらい上げてる。上げてるんですか。いや、もう今の僕より全然上げますよ、ね、すごい。さあこれロープに逃げたうなぎ、レフリーを掴んでいますが、これロープを掴まないとどんどん首に食い込んでいく。しかもさっきのツームストンが、ね、ありますからね、障害の首は少し力が入っていない腕に。さあしかしすぐまたうなぎは、またこれツームスなんですね。危ない、なんとかうなぎは返しました。これでも宮城選手としては続きたいですね。一気に畳みかけたいとこですけど、やっぱり宮城選手もねダメージがあるんで。そうですね、あと次の矢、はい、二の矢、三の矢が打てるか、うなぎをここで仕留めることができるでしょうか。やっぱり攻め疲れっていうのもねやっぱりあるんですね。さあうなぎ少し表情がうつろ力も入ってないですね。目が開いてないですね。さあ再びのツームストーンは腰を落としてうなぎがいますが、おっとこれはジョモトか。さあうなぎはここから決められる手がいくつもあります。おっとこれは大義であった。すごい角度だ。おお、いや今のはいい技やな。すごいですね、あれはオリジナルの技ですね。さあうなぎこれ回避であったで宮城からスリーカウント、うなぎさやかの勝利となりました。泣きながら細川が宮城のもとに駆け寄りますが、やっぱり最後は
さすがにうなぎ選手の方が手数が多かったですか ね、 そうですね、まあ、うなぎ選手もグレートに来てからこんだけこう感情をむき出しにするっていうのは初めてじゃないですかね。うなぎにしてもやっぱり当然負けたくないし、まあ、自分からねやっぱりこのリングを選んできた以上やっぱり落とせないっていうのはねあると思いますので。さあ今後のグレート女子部はそして宮城西子はどうなるんでしょうか。この表情を見ればうなぎにとっても大事な勝利であったことは間違いありません。いや宮城もう一丁でしょこれは。いやこれで終わここで引いてほしくはないですよね。お互いの通報できるという言葉が飛び交いましたが、もう細川選手もねもう涙が。そうですね、細川にとっては宮城は本当に憧れの人であり大事な先輩であり共にグレート女子を守ってきた間柄です。マイク聞いてましょうか。知れねえけど、お前との試合でお前のプロレスへの愛が痛えほど伝わってきて、まあお前はなんだカサンドラとかアンドレアみたいな他の名前もあるようだし、私はぶっちゃけ勝って満足だし追放とかなくてもいいんじゃないかな。お前ともっとここで試合がしたい。おい、うなぎ、うなぎ、うなぎさやか、おい、まずお前と試合できて私は楽しかったよ。私の今まで誰にも見せたことない内面、言葉全部引き出してくれてよ、心から感謝するよ。が、約束は守らせてくれ。じゃねえとカッコつかねえんだわ。最後にカッコつけさせてくれよ。グレート、そしてグレーターズ、今までありがとうございました。ちょっと待ってください。こんなことで引かないでください。うなぎさやか、細川をよろしく。
宮城美智子は宮城美智子の道を選んだ。だけど私には私のグレートがあるし、うなぎさやかのグレートも感じた。今は本当に何も考えれないけど、でも私の道を進んで前に進むしかないと思ってる。私は新しいグレートを作っていく。なぎさやか、私ともう一度シングルで戦ってください。なんか細川ゆかり、前にシングルした時よりもグレートしてんな。わかった。一人のプロレスラーの道を変えてしまった私にも、お前と一緒にグレートを作らなきゃいけねえなと思う。細川ゆかり、もう一度お前を査定してやるよ。なんと宮城美智子が細川ゆかりをうなぎさやかに託して自分はリングを降りるということになったようです。そしてこのグレート女子はうなぎさやか、さらにはこの細川ゆかりに託されました。シーマ選手いかがですか。いやーちょっとね、まあこの2年弱のグレート女子がなんか全て凝縮されたような試合からの最後のマイクでしたね。まあ今見守ります。そうですね、はい、第6試合は宮城美智子をうなぎさやかが下しています。第7試合セミファイナル G プロレスリング G インフィニティ選手権試合、60分一本勝負を行います。はじめに青コーナーよりチャレンジャーチームエル・ベンディとグラビーナ組入場。グレートコーラテンホール大会セミファイナルは G インフィニティ選手権試合です。挑戦者として入ってきたのはブラックジェネレーションインターナショナルからフラミカ、そして初来日エル・ベンディート。
このインパクト、このカリスマ性、エル・ベンディート190センチ以上はあると、非常に大型のルチャドールです。セコンドにはブラックジェネレーションのフルメンバーが揃いました。間違いなく強敵。かっこいいな。このブラックジェネレーションの強敵に対するチャンピオンです。バルコオーケストラからチェック島谷、そして田村隼人、リーダーが帰ってきたバルコオーケストラ、こちらも総出でチャンピオンを見守ります。第2代チャンピオンの田村、チェック島谷組にとっては今回が5度目の防衛戦となります。昨年9月に初代チャンピオンの川上和馬組からベルトを奪取して、ハイスピードでしかもクオリティの高い防衛戦を続けてきました、このチャンピオン。ただし今日の挑戦者はかなり手ごわそうです。いや、シリーマさんすごいですね、リング上が。これはもうキャラとキャラすごいです。ただ両方ともなんていうんですかね、赤と黒で、うん、見やすいです。わかりやすいですね、うん、そしてこの初来日だと思うんですけど、このベンディート、はい、大きいですし、このコスチュームもかっこいいですね。かっこいいです。まだ21歳そんな若いんですね。記念撮影を行います。192センチって言ってました。なるほど。さあ、これは軍団総出の写真撮影ということになりそうです。赤がチャンピオンのバルコオーケストラ、そして黒が挑戦者のブラックジェネレーションインターナショナルです。いや、プロレスっていう感じですよね。いいですね。まあ、こちらもリーダーが帰ってきて、そしてブラックジェネレーションも勢ぞろいして、そうですね、リーダーもとりあえず大丈夫そうですね。ダメージは大丈夫そうですね、うん、両ユニットのフルメンバーが揃いました。よっしゃー。いや、フラミータも気合い入ってますよ。入ってますね。僕は最初メキシコでフラミータに会った時は彼16歳だったんですけど、もう今やね、このメンバーの中に入るともう完全に大ベテランです。ベテランですね。だからもうキャリアが20年近くあることになるわけですよね。そうですね。フラミータはベンディートのことを一番可愛がってるんで、本当に弟のようにしてますね。じゃあ本当に今日は指定タッグということになるわけですね。ブラックジェネレーションインターナショナルフロメイコ220パウンドエルベンディート。初来日192センチのエル・ベンディート、さあそしてベンディートを弟のように可愛がっているというお兄さん格のフラミータです。赤コーナー第2代 G インフィニティチャンピオンバルクオーケストラ、グレード155パウンドチェック今日も仕上がっています。チェック島谷、グレイト225パウンド田村ハイヤチャンピオンチーム、筋肉の美しさ、この音色を奏でることができるでしょうか。さあ、ということでコミッショナーの吉野さんにも戻ってきていただきました、はい、リング上すごかったですね。いや、もう圧倒されましたよ、はい、挟まれて挟まれて、はい、
どちらも総出で圧がすごい、はいはい、圧がすごい。しかし間近でご覧になったこのベンリート相当、いやめっちゃ大きかったですよ背が、はい、すごい高かったですね。92センチなかなかね、はい、そこまでのこの身長でもし飛んだりするとしたら相当なことになりますね。そうですね。でもマルチプレイヤーって聞いてますよ。本当ですか、はい、さあその動きも非常に楽しみですが、先発はチェックとフラミータ。そもそもこのチャンピオンの島谷がフラミータのスタイルを盗みたいということで挑戦者に指名しました。この2人からスタートですね。そうですね。いやこのチェックハヤトも本当に短期間で、ね、ハイスピードですけどすごくいい顔になってきてますよね。そうですよね、うん、で はい、まあ、でどうしてもやっぱり体格的にも島谷選手が捕まる場面が多いんですけれど、それをもう今跳ねどけるだけの、ね、強さがありますよね。打たれ強さもありますからね。ありますね、まあ、沖縄大会ではね、選手の沖縄大会ではジャクソンから、まあ、丸め込みながら、3つ取ってますから、ね、なるほど。さあそのスタイルを盗みたいというフラミータ。フラミータもだいぶまた体戻してきてますね。なるほど。ファイヤーゾーンって自分のジムを持ってるんですね。そうなんですね、はい、さあコーナーに押し込んでクレームブレイクをアピールしますが、当然重いチョップですね。シーマさんは、はい、このチャンピオンチームの田村島谷組の魅力どのあたりに感じてらっしゃいますか。いや、 やっぱこの若々しさと、花ですね。花、うん、やっぱ花っていうのは練習とかで身につくものではないんで、チェックもどん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 垢抜けてきてますし、やっぱ早いとこはそうですね、もう出だしの頃からやっぱ花はありましたけど、それがどんどん開花してきてますよね。バルクは会場人気本当に高いですよね。いや素晴らしいですよ。吉野さんはこのチャンピオンチームとしていかがですか。これはもう当初から言ってるんですけど、チェック選手のスピードにね結構注目してるんですよね。なるほど、さすがスピードですか。速いですよ。速いですか、うん、吉野さんが認める速さ。速い速いですね、うん、おっとこれはうまく呼ばれていった。アームスピンで帰ってきたところをかわしてアームホイップ、やり返すドロップキック、腹の羽置き、すごいさすがですね。フラミータ選手のスープレックスもものすごいスピードで投げてます。速いですよね、はい、フラミータ変わらない、まあ、でも島谷選手がフラミータからこのスタイル盗みたいっていうのも分かりますよね。さあ出てきた、こちらがエルベンディート注目ですね。注目ですね。何をしてくるんですかね。おカブロン、スペイン語使ってますよ。あそっか、ガレーノがいるかな。あ、なるほど、そのあたりはね、彼のからもしかしたらそのあたりのこのスペイン語の悪い言葉ね、はい、習ってるかもしれません。おっとこれはバックを取られましたが、ソバットも長い、かけあがさらにはこちらエプロンからも、おっと、おお、おお、なかなかやっぱりリングコンディションが初めてですとね、もう一回乗った、そうしたことない、叩きつけましたね。これは早田選手がさすがに、いやこの若さでもやっぱキャリアの差ってあるんですね。まあ、早田選手もねまだ、まあ、若手と言っていてもまだ4年ですから今年で、いや経験積ってますね。そうですね。さあそしてそこすかさず田村隼人がえぐっていきます。ベンディートはやっぱ21歳ですから、まあ、スペイン語でねメルビオソっていうんですけど、やっぱ緊張してます。なるほど、初めてルイン、しかも初めての後楽園ですからね。さあそして場外では暴れているこのブラックジェネレーション。お後ろ危ないですよ、はい、実況席後ろ危ないですよ。どういうことですか、何か外していきましたよ。さあ客席に上がっていった田村隼人とフラミータ、
実況席の前ではベンディートが島谷を叩きつけています。これはそこでプレンパスタはなかなか危ないですよ。田村、さあ階段をそのまま駆け下りてくる。これヘッドロックに取ったままの田村隼人、ちょっとどっちがこれ場外を仕掛けたのか分かんないですけど、ベンディートにとってはいい展開ですね。なるほど、先ほどのから少しまた自分にペースを ね変えることができますね。さっき の, あの攻防とかも僕はあのビデオで、メキシコでやってるの何回も見てるんですけど、失敗してるのは見たことないですから。なるほど、フラミータがこれは引っ張ったのかわからないですけど、そうですね、フラミータが何かその辺を察知して空気を、ね、少し空気を ね, はい、はい、でも大事ですよね、そういうのはね。やっぱり初めてのリング、初めてのしかもタイトルマッチです。さあ十分時間を取っていますフラミータ、やっぱ細かく指示出してますね。そうですね、そのあたりは経験値。まあ、フラミータとしてもベンディートにその実力を発揮してほしいわけですからね。まあ、もちろんそうですね、さあここでかなり場外で島谷と田村がダメージを受けましたので、少しブラックジェネレーションチームとしては自分の時間が、ね、作れそうですね。ただベンディート選手もね、一個自分のこういいプレーが、ね、出るとまたあとそこで緊張も解けると思いますし、そうですね、自分の本来の良さというのが出せてくると思うので、そこらじっくりね、このパートナーのフラミータとともに、ダブルでまた先。これは珍しいですね、はい、チェックじゃなくて隼人君を捕まえに行きましたね。そうですね、島谷は今コーナーでかなり先ほどの場外のダメージを回復させています。さあフラミータ、ここで何か指示を出しましたが、ベンディート腕を取っていくぞ。フラミータにタッチをしましたが、さあフラミータコーナーからアムリカ、この田村隼人の太い腕を痛めつけていきます。さあさらにベンディート、ベンディートまだ硬いですね。なるほど、さあこの高さからしかも足トスタンプ、そうですね、これはスピードスターでよく見た、やりますやってましたね。みんなもしかしたら東島さんなり吉野選手の選手時代をね見て育ってきてる世代かもしれませんからね。ベンディートは年齢的にちょうどそうですからね、これは刺すようなドロップ、足が長い、身長がねある分足がこう蹴った時に伸びてくるんですよね。そうですよね、なのでその分ダメージも反発もありますからね。さあフラミータ、ふわっとロープを越えてきた。ただでも入らない、そうですね、一人だけやっぱり試合のペースの掴み方が異次元です。行くぞ後楽園、お行くぞ後楽園。さあしかし田村隼人はバカバカと抱え上げて、そこにスピア、そしてベンディートも落としていく。溜めてたね、これは溜めてましたね。やっぱこのパワーの一発がね、ありますからね、爆発力ですね。さあそしてチェック入ってきました島谷、チェックが来たぞ、来ましたよチェック。さあチェック、フラミータを足毛にする、確かにいい表情になってきました ね, いいですね、自信がねみなぎってますよ、なるほど、ここまでどちらかというとファニーなね表情が多かったんですが、やっぱりチャンピオンとしてこの経験を積んできて精悍さがね増してきましたね。ベンディのチェック、チェック、でもこのチェック選手もそうですし渡辺壮真選手もそうですけど楽しみですよね、まだいくらでも伸びしろとね時間があるわけですからね。まだどっちもペースを握りきってないです。そうですね、なかなか
チャンピオンはチャンピオンチームでやっぱり場外もあったりして自分たちの、ね、やりたいことがまだ 100% はできていないでしょうし、フラミータはベンディートの分の緊張も背負って、ね、戦わないといけないですからね。さあロープに飛ばされたくないフラミータ。あ、でもフラミータ選手はね、やっぱりその引っ張るだけのもう実力と、ね、あのキャリアありますから。持ってますからね。さあロープに振り返した。わあ早い。早い。そしてその場で。これは健さん。ここはよく見てましたね。膝を立てていった頭が違う。しかしちょっとダメージもあったが、すぐ自分のペースに返した島谷。これは股下をくぐったベンディット。円錐蹴り。さらには今度振り返してロープ返ってきてのエルボーでした。全身がまでこのフラミータ。さあ今度はベンディートが飛んできていきなりと、いいよいいよ、一個一個決めていけ、一個一個、これでいいんじゃないですか。これ、うん、これで少しまだねやりたいことができる。これで乗ってくると思いますよ、うん、はい。さあフラミータが走った。おー、飛距離がすごい、飛距離がペルフェクト。お、狙ってますよ。ベンディートが狙ってますよ。お、さあベンディートが走った。向きを変えて。なんだこれは。一回トップロープから向きを変えてトルニージョみたいな形でひねりましたか。いや、あんな乗り方見たことないですね。お、しかもね。うん、190センチの身長があってこれをやるわけですからね。何回転したんだっていうぐらい回ってました ね回ってましたね。いや、ロープのそのなんていうんですかね、その使い方っていうのが、うん、もう年々高度になっていってますよね、はい、よく思いつくなっていうね。本当ですよね、うん、またそのリングにしてもロープの高さにしても、うん、初めてのところとまた普段自分たちが使ってるリングと違うでしょうから ね、はい、さあベンディット自分のペースに取り戻すことができるでしょうか。まあ、本当に噂ではですね、もうコマンデル選手と変わらないぐらいの飛び技をするっていうね話は聞いたことあったんですよ。本当ですか。うん、まあ、今の、ね、最後のダイブ見たら納得ですよ ね。この身長でコマンデルばりの動きをされたらもう誰も勝ち打ちできないですよね。本当ですよね。うん、ちょっと今のダイブもしかしたらあの田村隼人が足、あ、やりましたか。さあちょっとダメージがあったかもしれない。その分今度はチェックが頑張る番だ。リング上で腕を取っているが、ベンディートが多分ね今一発 A の決めたんで、あのここから本領発揮してくるはずですね。自信をね、一つ一つやっぱり若い選手はそうですけど試合の中で成長していくって言いますからね。やっぱりまあこれはもうプロレスに限らずね、もう一個いいプレーが出たらやっぱり乗ってくるんですよね。そうですね、野球でも何でもそうですね。そうなんですよ、本当にワンプレーでね、はい、もう流れて変わるんで、うん、さあ田村がちょっと確かにエプロンに上がれないような状態。ここは柴谷が頑張らないといけない。ちょっと BGI があれですね、その今のダイブかける2からペース掴みましたね。そうです、少しちょっとアココーナーのバルク側の表情が曇りがちです。ちょっと田村隼人選手がね、あ、これはいけません、これはいけません。セコンドがそうでレフリーをうまいこと引きつけています。悪いですね。これまでねそんなに目立った反則らしい反則してなかったんですけど ね、なんかようやく動き出しましたね、はあ、なるほど、これがブラックジェネレーションのブラックと言われるねあたりかもしれませんが、しかしレフリーが見ていなかった。高速のブレンバスター、やっぱり今のもやっぱりフラミータが上手ですね。レフリー引きつけて指示出して、そうですね、やっぱりこう全てこう視野が広いというかね、コントロールできている。自分たちのコーナーの方でセコンドも攻撃できるようにね、やっぱり仕向けてますよね、はいはい、あっとこれは柴谷ロープにぶつけました。シックスバンナインはなんとか逃れた柴谷。これは綺麗なトラッシュスクイやり返したい。早い早い、ダブルアームから落ちた。ハイガードライブですか。はい、そうですね、すごい高さ、超高速でした。しかもやっぱりキレがね違うんですよ。そしてこの緩急ですよね。このキレをねやっぱグレートの若い選手たちはどん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 結んでいってほしいですね。いやいや
るぞと打ってこいと裏見たを誘っている。あ、これはローリングエルボー、大丈夫かチェック。あっと、これは綺麗にトラスキックが入ってしまった。それはドロップキック、素晴らしい1回転。いや、チェックもね、隠れドロップキッカーなんですよ。綺麗ですよね、素晴らしい。打った後自分もね、本当に1回転ずつぐらいのタグファーナス張りの、いや本当そうなんですよね。さあ、ちょっと足気にしていますが、田村にチャックはタッチをした。こちらもベンディートが入ってくる。ラリアット相打ち、田村隼人とラリアット相打ちするのはなかなかです。やっぱパワーではね、この中ではついちゃうから。おーっと、これはひねっていった。アドレナリンでっていう感じですね。そうですね、ダメージはありそうですけど、ロープ走れるか、なんと走った。速い、速いですスピード。田村隼人やっぱあれですね、そのちょんまげしてたんですけど、ゴムが飛んでしまって、なんかセクシーですね。ちょんばらな感じになっていますが、花があって、さあこれはかなり大型ですが、ぶっ抜いていたナダルシキ。でもまだやっぱ足気にしてますね。そうですね。ベンディートは顔もそうですけど、全身が追われているので表情がね、やっぱ見えないんですね。ダメージが分からないですよね。さあ、コーナーで田村何を狙っていくんでしょうか。距離はあるが、そこにウェンディ、おっと、おお、飛びつき式のスパニッシュフライみたいな感じですね。しかも高さが十分ありました。ラリアット、ラリアット、あー、しかしこれはジャックハマー。あまり外国人選手はラリアットという表現はしないんですけどね。なるほど、クローズラインですね。クローズラインですね、完全にこれフライミーターが仕込んでます。なるほど、そのあたり日本のプロレスをね、見てきてるのかもしれません。さあ、チェックはコーナーのフラミートをまずは蹴散らかして、身長差がかなりありますね。そうですね、はい、チェック選手は100列もないので、30センチぐらいはあるですね。さあ、来た、これはうまく同士打ちを誘った。さすが、こういうところのスピードなんですよ。なるほど、一瞬の瞬発力、見事に同士打ちを誘った島谷。コーナーから、おっと、使われてしまった。高い、なんかジャックハマーみたいなね、なりましたね。思いっきり体ごといった、パワースラムのような、ジャックハマーのような。メキシカンはね、結構一般的にみんな体幹がすごいんですよね。それこそコマンデル選手がロープ間走るようなね、やっぱりあの体幹もすごいですよね。まあ、自分がどの向きにいてもちゃんとこう重心が最後戻ってくるジャイロを持ってるっていう、これはなかなか一人で二人を相手にするのは厳しい。島谷、軸がぶれないですよね。さあ、チェック、足打ちをうまく誘った。さあ、これはレフリーがカウントは入れますが、体格の差がありすぎて、丸め込みさえ丸め込めなかった。丸め込むのがね、しっかり。あ、捕まった。張りがかりで叩きつけていきました。さらには両足を、危ない。コーナーです。さらにシックスマンナイン、ゴミのような、メンディートが飛んできます。飛びますよ。まさかのシューティングスター、この身長で。本当ですね、よく回転できますね。そう、今、ね、結構上には飛んでないですね。いや、飛んでない、下にこうもうスッとクイックで落ちるような、はい、ライナーみたいな、あ、アリを倒した。これはこの突進力です。まさかのパワー、そしてリングまで、お気をつけください、お気をつけください。さあ、田村隼人はここからおブラックジェネレーション全員を投げ倒していきました。
足は大丈夫そうですね。いやー大丈夫じゃないかもしれないけど、大丈夫ではないとは言えない田村。いや気合でしょ、気合。僕はもうねアドレナリンでいけるんですよレスラーは、はい、そうか、権利はまだチェックですね、はい、タッチですね、まずは。なるほど、場外で邪魔な相手を散らしておいて、ここでようやく田村隼人自分に権利があります。腕を掴んでのエルボー、おっと担いだ、返し方慣れのこのクローズライン、ショートレンジです。体ごといきましたね、いきましたね。さらに相手は逆のコーナーにいますが、フラミータがここは間に合った。でもやっぱり今のは若いですね、ちょっと相手の動きを見てコーナー立たないと。さあここでフラミータが、わっとこれはこのまま持ち上げて上げつけて、そこにチェックが降ってくる。権利がカバーがいけないですね。そうですね、はい、見事な連携、分かっている2人だからこそできる。これは決め合わせのこのブレンバスターからのパワーボムですですね、はい、今のは初めて見ましたね、ですね。これはちょっとフラミータを分断したのは大きいですね。そうですね、リングに残っているのはベンディート。さあおっと、しかし振り返した、ベディと1人で2人を、これはドロップでいっ、アニオ、おお、ここからリバースでいった、そしてクロスライン、強引に行きましたね、来ましたね。あの今のリバースランケンは高さがありましたよね、190センチから行くわけですからね。さあここでのど輪からチェックが飛んだ、さあそしてステミノ、これも勝負出ましたね。そうですね、場外でフラミータを完全に釘付けにしました。リング上権利があるのは田村隼人、そしているベンディート。おっとこれはこの長い足で、あ、ロープか、ああ強烈、串刺しのクローズラインからコーナーに上げていく、そしてそこで、ここで筋肉バスターにして、おお、ベンディートから勝利を奪いました。チャンピオンの防衛です。いやこれはちょっとね、20分超えで分断されてベンディートリングに孤立させてしまったんで、そこが早いんじゃないですかね。そうですね、それはでも完全にチャンピオンチームは狙ってましたね。やっぱりね、ただでさえ緊張してるんで、スタミナ奪われるのがやっぱ早いですからね。そうですね、やっぱりフラミータとのこう連携を排除してベンディートを狙うっていうのが今回のチャンピオンの作戦だったかもしれません。もう一回見たいですね、でもこの試合は。そうですね、ベンディートにとっては初めての日本がいきなりタイトルマッチとなりました。でもまだまだ未来がありますからね。そうですね、ベンディートにとっても、うん、まだ21歳ですから、どん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 伸びていってほしいですね。はい、さあそして田村隼人チェック、島谷は今回5度目の防衛に成功しました。結構盤石になってきましたね。なってきましたね。今回このブラックジェネレーションを倒したのは大きいでしょう。名実ともにこのグレートのタッグの顔となりました田村隼人チェック、島谷 G インフィニティのベルト5度目の防衛に成功しています。いや両チームともまだまだ伸びますよ。フラミータそしてエル・ベンディート、
また次回もこのチーム楽しみにしたいと思います。そしてこの後はいよいよメインイベントです。 G-REX 選手権試合、そして挑戦者がティーホークです。グレートの頂点、G-REX選手権試合。ティーホークにとってはグレートに来てこの初めてのシングルのベルトの挑戦となります。8月、そして初めて試合を行った10月からわずか3ヶ月で頂点にたどり着きました。グレートの頂点 G-REX 第2代チャンピオンのブラックジェネレーションインターナショナル石田海人です。石田海人はブラックジェネレーションインターナショナルのメンバーを連れてきましたが、島選手、はい、ティーホークはストロングハーツのメンバーを連れてこなかったんですね。これは僕も聞きましたし、リンダマンも聞いたんですけど、ティーホークは一人で行くと。ティーホークが一人で行くと。はい、だからもうものすごく対照的ではありますけど、まあだからそこがやっぱりティーホークであり、そこがストロングハーツなんじゃないですかね。なるほど。ティーホークは今回はストロングハーツではなく一人の戦いであるとそうですねいうことで、セコンドをつけずにこのタイトルマッチに挑みます。一方ブラックジェネレーション石田海人チャンピオンはご覧の通りフルメンバーをセコンドに連れての登場です。まあ、それがティーホークのこのタイトルに向けてのまあ、ある意味敬意であり覚悟であると。そうですね、石田はあくまでも、まあ、ブラックジェネレーションインターナショナル BGI の石田海人として来てます。ストロングハーツのティーホークとして来てますけど、だからこそ一人なんですね。それがストロングハーツですから。
このグレート G レックスのベルトには満を持しての初挑戦となりました。 T ホーク G レックスチャンピオンブラックジェネレーションインターナショナル175パウンド石田海斗。今年の1月初代チャンピオンのリンダマンからベルトを取り、これが2度目の防衛戦となります。チャンピオンの石田海斗。さあ、この2人のタイトルマッチを吉田さんと椎間選手に解説していただくというのはいろいろ感慨深いものがありますが、先ほどお話も椎間さんにも伺ったんですが、ティーホークは一人で今回このタイトルマッチに挑むということですね。はい、そうですね。セコンドが、ね、ストロングハーツのメンバーがついてないですもんね。はい、はい、まあ、それだけ思うところがね、はい、ティーホーク選手にはあるんだと思います。さあ、運命のゴングが鳴りました。お互い見合って動かない。もともとは同じルーツを持つ2人です。キャリアは5年の差があります。石田海斗のことは練習生の頃から実はよく知っているとティーホークは話しました。さあ、このショルダータックル。さあ、静寂から一気に動きました、この2人。ティーホークも最近はボディートレーニングというか瞬発系を取り入れたりしてるんですね。これの石田選手も言ってたんですけど、逆になぜティーホークがこの2年、うん、その目立ったシングルの動きをしてこなかったのかというのは、この近くにいて椎間さんどのように見てたんですか。まあ、リンデマンがね、G レックス取ってたというのもありますし、リンダマンは、確か G レックスの初代王者決めるトーナメントの途中でティーホークに勝ってるんで、だからそこはティーホークが出る番じゃないっていうあれだと。おお、この逆水泳の音、一気に後楽園を沸かせました。バルクのなんていうんですか、真っ赤っかな炎とは違う、なんていうんですかね、古い炎でもなんか青い炎みたいな感じをティーホークが感じますね。冷たい炎と言いますかね。さあ、今日のティーホークは早い。ただまあ石田も、もちろん覚悟の上でしょうし、それを望んでると思います。そうですね。石田選手にしても退路を断ってこの、ね、グレートのリングに来て、そしてあっという間にこの頂点のベルトに自分の力でそれを奪い取ったわけですからね。吉野さんはこの2人のタイトル、今ここでこれが行われているという、このどのように捉えていらっしゃいますか。そうですね、まあ、それぞれの、ね、まあ、感情もあり、まあ、この2人が交わらなかった、まあ、数年の、うん、それぞれの思いもあり、うん、もういろんなこう感情が、ね、複雑にこう、まあ、絡み合ったというか、うん、まあ、それで、まあ、ティーホーク選手も、ね、なかなかこう石田選手がリングに出た時は、うん、ちょっと反応を示さなかったというか、もう気に入らないというような、ね、そうなんですよね、うん、態度がやっぱり出てましたからね。このグレートのリングでは全く接点がありませんでした。ユニット代表のロビニタフトーナメントにあえて石田との接点をティーホークは避けていました。前哨戦もなくいきなり今日のタイトルですからね。そこはね、僕もリンダマンも突っ込めなかったですね。なんでとかで聞くこともできなかったですし、やっぱりティーホークはティーホークのこの5年間の思いというのが、プライドも共にあると思いますので、ただでも石田も先ほども言ってるように、そういうものも全部織り込み好きでチャンピオンになってますから、全てを、ね、もう背負う気持ちでこのリングに、ね、全ての覚悟を背負って上がってるわけですから ね、石田選手はね、はい、やっぱりさっき の宮城対うなぎもそうですけど、こうやっぱ人生をかけてる感の あのヒリヒリする試合というのは、もうたまらないですね。そうですね、もう何とも言えない ね、 いやですよ ね、 これね、レスラーでもやっぱりそう感じるね、試合してる選手ですよね。
リーダービッグカムバックのお祭りもものすごい好きなんですけど、やっぱりプロレスのメインイベントって感じですね。この一発一発のこの逆水平が石田にこの思いを刻み込んでますね。振り抜き方がこれどうなのかな。なんて言うんでしょうね、押し込んでから振り抜くっていうようなね、うん、ティーウークのチョップってどっちかって丸太系なんです、ムチ系じゃなくて、はい、なるほど。なんかまだそれとも違う感じですね。そう、これ場外にティーウークがいたなっていましたが、これはエプロンにぶつけた。さらにはティア、そしてティーウークまだ狙っていくぞ。ここはティーホークは自分の走ってきた勢いがありますからね。まあ、本人はもう飛ぶつもりでね、今多分トペを狙ったと思うんですけど、そこを思いっきり石田が蹴っていきました。まあ、今のはうまく合わせた感じですね、うん、石田選手からしたら。これは石田のターンになるかもわからないですね。そうですね。さあ距離を取った石田、そしてこの場外で踏みつけていきます。ほら蹴ってみろ、ほら蹴ってみろ、ほらほら。いや、ティーホークも相当きつい攻撃してたんで、石田がかなりきつい攻撃を返してます。そうですね。まあ、石田選手は特にこのティーホークというレッサーに対しての思い出があるわけじゃないんだという言い方をしていましたけれども、この石田もその体重とかそういうのでいったら多分軽い方だと思うんですけど、相当このグレートのリングに上がってから絞ってますしね、怪我をしない。なるほど。さあこのカウントワンもティーホークの意地、気が強いですね。昔からこんな気が強かったのかな。石田選手ですか。はい、ちょっともう僕もね、5年間全く触れてなかったんで、どこからかね、この、まあ、字が出たのか何かで覚醒したのかちょっとわからないですけ ど、 ど突然なんか気性がね荒くなったというか。まあ、ティーホーク選手は練習生の頃は山村選手の方が出来が良かったので、あまり石田選手のことは正直印象にないんだという言い方を、ね、してたんですけれど、逆にその分、まあ、比べられることが ね、 そうですね、年も2人同期で年も、ね、同じというのもあって、ただやっぱりこのグレートのリングに石田選手が来た時にすごくやっぱり強くなっていたし、その言葉数も結局多いわけではないんだけれど、すごくやっぱり胸に響いてくるものがあったというふうに、ティーホークは石田選手のことを認めてるんですね。いや、やっぱりその何ですかね、雑草魂というか、そういうのがやっぱすごかったですよ。でそれがやっぱりもう長い間その土の下に、ああすごい、土の下に潜ってたのが一気に開花して、もうあれよあれという間にこう BGI ができて、 G-REX 取って今に至るですから。そうですよね。もうそれがもう顔に出てますよ、顔に。そうですね。石田選手にとってもキャリアの中で団体頂点のベルトを取ったのは今回初めてですからね。そうですね。さあ、ティーホークを応援するファンのことも煽っていく石田。しかももうノリノリイケイケのリンダマンから取ってますからね。そうなんですよね。まあでもそうなったら逆にね、ティーホーク行く番だろうと。一番最初こそね、カズマがね、突っかけていきましたけど、狙ってたと思いますよ。押島選手もね、ティーホーク選手に、まあ、いつまでも見てみないふりはできないんだよっていう言い方もねされてましたから、おそらく近い人もそうですし、グレートのファンの皆さんも
いつティーホークがねこの G レクス取りに立ち上がってくれるのかというのは期待する声があったと思います。だからこそ大阪の防衛戦の後にティーホークが上がってきた時の、ね、歓声は期待値ありましたよね。それだけファンの方もねこうティーホーク選手が動くのを待ってたというところですかね。ちょっとこれはバカにしたやられてる時の顔も本当に何とも言えないですね。性格悪いんやろなみたいな顔してますね。そうですね。一方ティーホークはでもクールな表情あまり映さないで中でこう燃えている感じがそのティーホークを蹴っていく。お互いの意地で投げさせない。無理やりティーホークは投げてきました。強引でしたね。引っこ抜きましたね。引っこ抜きですね。やっぱりただのブレインバスターなんですけど本当に今日何回も言ってますけどそのディティールがあるんで全然やっぱり複雑な難しい技よりももう入ってきますね。伝わりますね。なんかこう難しい攻防がいらないんじゃないかというようなね、もうそれぞれの思いがもうこうストレートに技にも現れてるんで。そうですね。技術とはまた違う部分ですからね。技術というのもものすごく大切ですけど、この試合はやっぱりそういったものとはまた違う場所で試合をしますね。まあ、これがこの数年のねやっぱり思いであり思いですね。お互いたくさん悔しい思いもしてきているわけですからね。そしてたどり着いたこのグレートのリングでベルトをかけて争える存在になったっていうのは大きいと思いますね。さあこのチョップ一つ一つが体に刻み込まれるこの5年間。おっとこれがそのままとした。これはちょっとねカウンターでしたね。なかなかこの試合フォールっていうのがなかったんですけど今なんか久しぶりにカウントを見ました。そうですね。お互いもカウント2までも行かせたくないっていう攻防がありました中で、それ以上に痛みつけて痛めつけてみたいなね、うん、肘の張り合いのような相手にうっかり3つ入ったけれど負けてないとは絶対言わせたくないっていう。さあこれもリング外に今度は石田が落としていったがエプロンから蹴っていったが蹴り足を捕まえた、蹴り足を捕まえたのはティーホーク。これをさらっ思いっきりエプロンでこれ足すくわれましたね。フェースバスターのような感じでね、フェースバスターになりましたね。顔から突っ込みましたね。まあ、今の一発食らってたティーホーク選手結構劣勢になってましたから ね、 そうですかね。あの蹴りはもうねいつ もう見ててもうあれだけは絶対食らいたくないなみたいな。さあこんなティーホークが見たかった。このグレートの2年間お客さんそう思っていたはずです。ティーホークはなんかもうアピールでも何でももろもろフルスイングですね。さあエプロンさらに何か狙っています。そこ石田は顔面今度はこの位置危ない。今度こそ思い切り蹴っていった。まあ、石田選手はプロレスラーになる前には、ね、キックボクシングもやっていましたので、はい、当然この蹴りの威力というのはあるわけですが、ちょっと肩の方入りましたからね。そうですね。ちょっと手がしびれてるようなジェスチャーをしてますね。その間十分石田は自分の体をね、回復させることができます。場外カウントが進む。本人同士が望んだことでもあると思うんですけど、やっぱりこう、もう近くで見てて思うのがやっぱりものすごい消耗戦ですね。消耗戦ですか。ただ共に非常にスタミナもある ね、 2人だとは思うんですけれども ね、 ただ削り合いですからね。おおおおおお、これはかわしていって
速い、ティーホーク速い。ただそれを捕まえて投げた、無理やり投げました。これもそこを休ませない。お前落ちろ。思いっきりコーナーの上から場外に落としていったティーホーク。いや、グレートっていうのは会社の思いもあってあまり連戦というのがないんですよね。ほう。それはなんでかっていうのは一試合一試合一大会一大会の全力投球で行ってほしいっていう思いがやっぱりあるためにそういう組み方をしていただいてるんですけど、これはでも1週間とか10日では多分双方もすでに回復しないぐらいのダメージを負ってるんじゃないですか。でかつてね、こんな試合を続けていたら3年持つものが10年持つものがっていう話もありましたけれども、そうですね。でもやっぱり本当にリデットの鈴木社長は本当にそういう思いで選手に試合する場を与えてくれてますから、まあ、それが、ね、この鈴木社長の思いがやっぱり選手にも、ね、しっかりこう伝わってますよね。だから我々選手はやっぱり新しい形の、そのプロレスの大会というのを作っていきたいですね。さあ試合はあっという間の15分です。エプロンを挟んでロープギアの攻防、そのね、なんていうんですか、そのいわゆるプロレスのこう流れるような攻防っていうのが今のところないですね。やってやられてみたいな、ね、2人ともなんか避けない、うん、2人ともただ本当に負けたくないっていう気持ちがこう至近距離でバチバチしているが、今回はこのコーナーの上で抜かれたバウンドしました。しかし石田が先に立った、ですね、食らった石田の方が先に立つ。引いてないわけないですよ。ティホークもちょっと予想外の顔だったが、これはそのこれは待っていた。そしてこれは石田が投げ返した。そのまま、わあ、これは膝切り目のしか入った。お互いやろうとしていることをその上をさらに言っている。いや確かに、なんでティーホークがセコンドに来なくていいっていうのを言ったのかっていうのがすごく分かりますね。BGI は、ね、これだけセコンドいてもやることないです。なるほど、この試合だと手の出しようないですよね。出しようがない。やっぱ石田海人っていうのはやっぱり本当にリンダマン勝って G レックスチャンピオンっていうのは本当によくわかりますね。なるほど。鈴木社長も言ってたんですけど、彼の試合には基本的には外しがないんです。試合どの試合でもやっぱり、あ、ないね、あ、大丈夫。どの試合でももう人生かけて試合してるんで、それが伝わってきますよね、見ている側にもね。チャンピオンだろうがいつでも崖っぷちみたいなのがもういつでも見て取れるんです。なるほど、チャンピオンだからといって上でこうドンとしてるのではなく、はい、チャンピオンなのに崖っぷち、それがこの石田海人のチャンピオンとしての、まあ、魅力の一つでもありますけれどね。胸が内出血がすごいことになってます。大変なことになってますね。しかし朝のことなど考えている余裕はないでしょう。珍しいですね。結構ね、石田選手も逆水平使うんですよ。なるほど、はい、鋭いんですよね。はは、うん、重い人、鋭い人、これはどうなんですか、このティーホークの。これは重い、これは重い、重い。また打ち系から丸太系に戻ってきましたね、うん、使い分けられるんですね。何種類もの逆水平を打つことができる。音がやっぱり前半と違いますよね、うん。音が違うという声がお客さんからも上がりました。お互い逃げたくない。チョップ一発でロープまで跳ね飛ばされます石田海人。
いや石田はチョップでは、ね、分が悪いはずなんですけど、でもそこは負けたくないんですね。やっぱチャンピオンですね。おこれはさすがにヒホコ拾いましたが、1回でダメなら2回。連打ですが打たれたティーホークが前に進んできます。ティーも胸がもうすごなってるね、はい、重いです。音が重い。これは痛みの伝わるプロレスですね。これは見てるだけでなんか息が詰まりそうです。ティーホークが何か笑みを浮かべているようにも見える。2人ともこれグレートしてるな。顔面おー、クーラー、あーこれは危ない。いや今ね、はい、T のループへの振り方が雑ですごかった。そしてこれは高くからビーティーボム。確かにティーホーク選手いつも非常に技が的確なんですけれど、今日はそれを超えた荒々しさが、荒々しさも全てが荒いですよね。でも正確に決めてます。そうなんですよね。だからといって体が崩れたりするわけでもないですし、あのスピードで石田が帰ってきたらやっぱりいつものペースでいくとやっぱ膝は遅れてしまいますから、合わないですね、あれはね。いやーもっとね、もっともっと世界中のファンにやっぱりこの試合を見てもらいたい。あでも本当レスラー誰もがねこのシチュエーションでそれにふさわしい相手と戦えるわけじゃないですからね。これはもう個人で作ろうとできるシチュエーションじゃないんでですね。さあそんな特別な舞台で今この2人は戦っています。そしてかけたいのは団体頂点のベルト。さあこれはナイトライドを狙うが、石田が暴れた。これもハーフタイガー、狙いますね。お互いのスリーカウントを狙える技。そして裏地獄、早い裏地獄です。ネクラリアートからインタル、そしてケリー頭、カウント2まで追い込まれました、ティーホーク。前回のカズマ戦も相当な試合でしたけど、あれも打ち込んでましたからね。ティーホークもカズマも逃げないのがすごい。でも石田海人選手は自分がチャンピオンなのに毎回そういうもうヒリヒリするようなね防衛戦をしてきています。さあ場内はティーホークを後押しする声、それににやりとファイトが答えて、今度はファイトコール。もう胸がなってきて、もう腫れてきてます、ね、もうすでに紫色になってきてます。指の跡がついている、膨らんできてますよ。ちょっと目がうつろなティーホークを無理やり起こした頭。これカズマ、そうですね、ノックアウトされたやつですね、うん、そして手首を掴んだままなのでティーホークはこう逃がせないですね、そのキックの。おっとそれをかわして、初めてかわした、持ち上げ、おーおーおー、やばい。さあこれはハーフタイガーの体勢で返した。石田もちょっとこれが返されるとは思わなかった。さあ石田次はどうする。それにしても2人ともすごいスタミナですね、いやこれは、いやちょっと石田選手は今のが返されて少し動揺もあるでしょう。いや僕も今決まったと思ってしまいましたね。ただ返すことは返しますけど、ティーホークは自分がね次に何か手を返すことができるか。石田は
スタミナ的にはまだいけそうですね。肩の動きを見てると、うん、呼吸の時の大きな息はしてないですね。まだいけますね。フィーホークはちょっと目がうつろ、頭、いや、よくね、石田の会場の隅でね、縄跳び飛びまってるの見てるんですよ。終わりと宣言をした石田、次はどうする。もう一発か、ダメ、あ、タイガースポッツ、タイガーですかね、両方クラッチしようとしてます、ね。ティーホークはでも今度こそ投げられたくないが、ハーフタイガーと腕ロックだった。これはまずいですよ。これはクラッチをした。そのまま背負った。あ、ナイトライド、これはティーホークのナイトライドの体勢を石田がこらえました。ナックル、ナックルでしたね。そこからこれは必殺のナイトライド、ドドドドドドドっていうのがね、懐かしいですね。いや、プロレスが帰ってきましたよ、これは。あ、さあ、お互いハフタイガーとナイトライドが交わされた。さあ、次の一手どっちが、今はティーホークの方がね、表情が生き返ってますよ。この声援がね、本当にパワーになるんですよ。声が出せる後楽園大会でこの2人に声がすると、おー、ケルベロス、ひどい声だ、正面から。さあ、そしてもう一回、バビー、The winner, T-Hawk! ナイトライドで T-Hawk が3カウント。T-Hawk ついに G-Lex の頂点、初めてのチャンピオンとなりました。石田海人2度目の防衛に失敗です。 GX 新チャンピオンとなります。シーマ選手がリング行きましたね。そうですね、うん、セコンドは拒否されたシーマ選手ですが、さすがにたまらず、うん、今ティーホークの元に駆け寄りました。いや、これは何とも言えないね。えなかなかこう試合見終わってこう言葉が出ないっていう試合ってなかなかね見れないですよ ね、 いや、でも今この2人の試合がこれだけのシチュエーションでここで実現してよかったと思いますし、はい、石田選手のこれからもまた見てみたいですからね。そうですね。さあ、ではじゃあ行ってまいります。はい、名将さんからこのベルトを新しいチャンピオン T ホークに渡してもらいます。そしてリング上の2人、石田海人と T ホーク、果たしてどんな言葉を語っているんでしょうか。今あのシーマ選手戻ってきてくれました。あのダメージがすごく深刻やったんで、こっちはストロングス、あのリンダマンのセコンドついてないんで、あのリングに行ったんですけど、放送席戻ってけ、戻っとけと。お、さあ、敗れましたが石田海人にも大きな拍手が送られます。石田海人も素晴らしいチャンピオンでした。いやー、 2回目の防衛戦、2回目でした。まだなんか 7,8 回見てるような感じでしたね。いや、本当にこの半年の石田海人選手のね、いや、本当に、うん、あのものすごくもうあのフルグレートしてました。素晴らしい。でもやついにこれ T ホーク来ましたね。 T ホーク、今コミッショナーの吉野さんから G-Lex のチャンピオンベルトを渡されました。いや、俺一人でやります言うて返されましたか、うん、戻っとってください言われましたからね。いや、これが T ホークという男ですよ。 T ホークが、そしてグレートが、ファンの皆さんが待ちに待ったティーホークのチャンピオン姿です。いや、すごい試合を見せてもらいましたよ。
でも何かこの2人にはこの先の未来がまたありそうですよね。いや、まだまだありますよ。もうそんなに頻繁じゃなくていいので、いや、それなりのシチュエーションが整ったらまた2人で名勝負を重ねていってほしい。それだけの存在だと思います。石田海人はでも本当にまあ、G-DEX チャンピオンということだったんですけど、彼はもうベルトあろうがなかろうが、もう石田海人っていうものを確実にこのグレートに参戦してから気づきましたね。マイク、後楽園ホール、これがグレートのメインイベントバカ野郎。よっしゃー、聞こえてても聞こえてなくてもどっちもいいけどよ、俺に火つけてくれてありがとうな。みんなも知ってる通り、このベルトは初代王者マンのリンダマンの責任、そしてさっき戦った石田海人の覚悟が乗ってます。いろんな色があるからこの団体の色になる。俺はこれから、こっからが大変だ、こっから新しい色をこのベルトにつけていこうと思います。今の試合見たらよ、おう、グレートといえば和林、田中実、解説席にいるシーマ、ふざけんなバカ野郎、俺たち20代30代がよ、グレートを盛り上げていかなきゃよ、未来はねえんじゃねえのかおい。おい、これからはいい意味で空気も読まねえ、俺は俺の道を突っ走る、それがこのグレートの発展につながる。そうだろ後楽園。ここまで行ったらよ、最後は気持ちよく俺だけじゃなくて、この今日会場に来てるファンの方々、そして YouTube 生配信見てる方々全員でいつものあれ言っちゃっていいですかね。おい、それとよ、それとよ、もう一個、俺は欲張りだからよ、今日見たところお世辞にも長文じゃねえよな、おい、みんなこのあとツイッターでもいい、口コミでもいい、どん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 グレートどん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 広めていってよ、次もう一人連れてきたら後楽園ホール超満員だろおい。だけど最後の挨拶は、最後の締めは超満員、船止めのテンションでみんなで一緒に、もちろんグレートできるよな、おい、後楽園。オーケー、まだまだいけるな、後楽園。よし、行くぜ、これからもみんなで一緒にグレートしようぜ。新チャンピオン、ティーホークの堂々の宣言でした。改めて吉田さん、いかがですか？そうですね、試合はもちろんですけど、最後の締めまで本当にチャンピオンらしい、うん、G-Lexチャンピオンらしい締めでしたね。そうですね、はい、本当にティーホーク選手も言ってましたけれど、
リンダがこのベルトに責任感を、そして石田選手は覚悟を見せてくれたと、はい、今回ティーホークがこのベルトにどんな色を見せてくれるのかというのが楽しみですね、はい、まあ、そこがね我々も楽しみなところですよ ね、 そうですね、はい、さあそしてシーマさん、はい、俺たち30代がと名指しで言われましたがいかがでしたか。当たり前ですよ、もうシーマ引退いやそれはそれで間違えてますけど、もうちょい頑張ってください、くらいの勢い、いや文句なし、もうリンダマンもこれ我慢できなくなってリングサイドに来てしまいましたよ、はい、ものすごいあらわな感じで今ね、はい、記録写真を撮っていますけれども、いやこれは写真が撮りたくなる男ティーホーク絵になりますね。でもやっぱりそのティーホーク選手も言ってましたけれど、はい、そのティーホークに火をつけたのが石田海人だったっていうのが大きいですね、まあ、ありがとうと、ね、お礼も言ってくれましたし、まあ、このチャンピオンがね、あの石田選手じゃなかったらもしかしたらティーホーク選手まだ動いてなかったかもしれないですから ね、 そうですね、やっぱり彼を動かしたっていうのは、まあ、石田選手が G-REX のチャンピオンを取ったっていうこともあるかもしれないですね。そうですね、はい、いやーやっぱりティーホークは石田のことが憎かったからこそ出てきた、ありがとうやと思いますよ。そうですね、本当にこの石田海人がやってきた、そしてブラックジェネレーションインターナショナルがやってきたメンバーが揃ったからこそね、行われた今日のタイトルマッチだったと思いますし、今日のコラケンホール大会だったと思います。さあということで4月12日グレート後楽園ホール大会バージョン49すべての試合が終了しました。でここからもしバックステージのインタビューなどが入ってきましたらお届けしたいと思います。ま、ね、はい、まずは石田選手です。アキア、お前認めたらもな、おいでもな、ティーホークお前とはまだ始まったばっかりじゃんから、おいこのリングでも全日本のリングでも好きあったらいつでもお前のこと狙ってるからな、これ。おい、俺はこのグレートの選手たち絶対認めんからな、これ。ああ、俺らに認めてほしかったら、おい、自分らのポジションせいでも、おい、やってみろ、これ。ああ、それで響かんかったら、それまでじゃ、これ。おい、それからや、4月16日、俺たち、ブラックジェネレーションインターナショナル。自主工業あんなおい今日の後楽園見たら分かるやろこれ、おいどえらいメンバーが集まってんぞこれ、4月16日新木場大会今日の後楽園より、おい凄まじいことなんぞ、楽しみにしとけこれ、おい Hoy, Hayato, Cheque, si piensan que hemos dado el máximo, están muy equivocados. Vamos a buscar esos campeonatos, porque el mejor tag team de Glee es el bendito y es Flamita. Y la Black Generation va a estar muy arriba de ustedes.これは、フラミータは最後なんとなんかスペイン語で言ってました。ちょっと待って、いや、ウズルさん、俺らの方が上だということと、ブラックジェネレーションがまだまだいるぞと、うんうん、まだまだいるんですか。そうですね、ベンディートはまだフルでマキシマムで出してないって言ってましたんでね。なるほど、まあ、これからの参戦に期待だし、16日の BGI の、ね、新木場大会ですか、彼らがプロデュースする大会ですのでね、そこで今日とはまた違った BGI が見れるんじゃないですかね。そうですね、その前に話してくれました石田選手ですけれど目は死んでなかったですからね。ティーホーク、はい、ティーホーク選手です。あ、2年間貯めてきたこの貯めてきたものをよ爆発できたと思うし、その相手が石田海人でよかったと思うよ。初代王者のリンダーマンも20代
石田海斗も20代。おい、他のグレートのや20代のやつらどうしたわい、こら。おい、ちんたらちんたらよ、携帯いじって、もっと現実見ろ、これ、もっと前見ろや。これは現実だ、これがメインメンターだ。悔しかったら前だけ見て早がってこい、この野郎。おい、中途半端だな、プロレスラーごっこやってんだったらとっととやめちまえ、こら。そんなやつはいられんだよ、このグレートに。そんだけ本気でやってんだ、こっちは。おい、次大阪4月23日焦りあるよな。そっからお前把握しちゃってこいよ、この野郎。おい、俺がこのベルト取ったんだ。今までできなかったこと、クリエイティブなこと、俺からもどん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 提案していくからよ。いつまでもな、さっきもリング上で言った3人の名前でな、飯なんか食ってらんねえんだよ、こっちは。おい、グレードするかしないか、俺が根こそぎ引っ張ってやる。うん、ベルトを取った喜びというよりは何かこうね、こう突き動かされてる感じがありましたね。もうここ先がね、もう若手選手にね向いてましたね。そうですね。島選手は今のティオフ選手のコメントどうでした？いや、そうですね、確かにまあ、ティオの言うこともっともですんでね、若い選手たちにはあの言葉をやっぱりティーホーク、リンダマン、そして前チャンピオンの石田以外の選手から聞きたい。うん、23日のね、次は、大阪ですか、はい、アゼリアありますけど、ね、まあ、そこでティーホークが何か用意してるみたいですのでね、今のあれで言うと、だから若い選手たちはやっぱり本当に覚悟して23日会場入りした方が良さそうですね。なるほど。何かこうクリエイティブなことっていう方をね考えてると言ってましたね。はい、まあ、今のところ今日ね、それこそ誰かが挑戦表明をするということもありませんでしたので、まあ、今日あれだけの試合をして、じゃあ誰が出てこれるんだっていうところもありますけれどもね、何乗り上げれないし、うん、そうですね。さあ、ということで改めて今回の、まあ、大会ですけれど、はい、絶対振り返って島選手いかがですか？いや、 やっぱりね、初めてですね、これだけ全試合もうファン目線で見ることができたっていうのは、僕はやっぱりもうグレートは本当に自信持って一番面白い、一番刺激的で、一番スタイリッシュで疾走感のあるプロレスだと思ってますんで、今日これね YouTube 見ていただいて皆さん本当にありがとうございます。でもこれですよ、これ、次は会場で生でぜひグレイとして選手たちの生き様を感じ取ってください。ぜひよろしくお願いします。すごかった、うん、本当にティホーク選手のチョップ一発、この石田選手のねこのアクリ一発で会場がドアへ向くっていうのをね、会場で感じていただけたらなというふうに思いますね。さあ、それではそんなグレイとの今後の主な日程をご紹介いたしましょう。ご覧の通りです。4月16日、今度の日曜日はブラックジェネレーションインターナショナルのプロデュース大会です。非常にいつもとは違ったカードも予定されております。さらに6月7日はグレート、こちらまた後楽園ホール大会、さらに7月1日は東京ドームシティホール大会など、主な日程はご覧の通りです。ぜひお近くに会場、こちらグレート来た時には会場に遊びに行っていただけたらなというふうに思います。さあ、ということでお届けしてまいりましたグレート、こちら49インベーダーアタック侵略者、そろそろお別れの時間となってまいりました。最後は島選手に、ね、はい、何か締めていただきたいと思いますが、私ですか、はい、うん、いや本当にすごかったですよ、はい、うん、もちろん選手としてリングでやってても楽しいですし、こう解説席で、まあ、今日も本当に解説者というかファン目線でしたね。さっきも言ったようにグレイターズの一員としてグレートの試合を見せていただきましたんで、ぜひ本当に遠方の方はすべて大会グレート YouTube で見れますんで、ちゃんとチャンネル登録して高評価を押していただいて、
近場に来た時には全国ね、北は北海道から南は沖縄までグレート行ってますんで、ぜひ会場に生でライブで足を運んでください。よろしくお願いします。グレートしようぜ。はい、ありがとうございました。ではですね、まあ、今回は吉野さんとさらには欠場中のね、はい、シーマ選手ともお届けしましたが、シーマ選手もじっくり怪我を治していただいて、はい、はい、またリングに立っていただけるのをね楽しみにしたいと思います。最後はこれなんかグレートしようぜという形で、はい、そうですね、ちょっとフライングしてしまったんですけど、はい、行っちゃいましたね、行っちゃいましたね、はい、吉野さんお願いします。行きましょうか、はい、じゃありましょう、これからもグレートしようぜ。この辺りで後楽園からお別れです。カムタムイだ。